つ目、草加市女子中学生殺害事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。さっきマックに行ったんだけど、高校生くらいの若い子たちが、楽しそうにおしゃべりしていたのよ。青春っていいわね。私もあの頃に戻りたいわ。霊夢には友人がいないじゃないか。過去に戻っても、暗い青春時代を送るだけなんだぜ。マリサは友達じゃないの？私を友人にカウントしていたのか。私たちは親友じゃないの。何をするのも一緒じゃない。冗談だぜ。それより霊夢、また私のプリンを食べたな。食べてないわよ。前に遊びに来た時にマリサが自分で食べていたじゃない。お前は前にも、私のプリンを食べたという前科があるからな。信用できないぜ。今回は無実よ。疑われるのは心外だわ。確かに証拠もないしな。そうそう、証拠がないなら裁きようがないわ。だが、前科があるために疑われて無実の罪を着せられた人たちがいるんだぜ。今回紹介するのは、逮捕された全員が冤罪だったという事件だ。全員ってことは、無実の罪で捕まった人が複数いたの？ああ、なんと6人もの冤罪被害者が出たんだぜ。冤罪が確定しているっていうことは、証拠とかはなかったのよね？それなのに6人も捕まるなんて、一体どんな事件だったのかしら。1985年7月19日の昼過ぎ、埼玉県草加市内の残土置き場で、埼玉県八潮市に住む中学3年生の少女の遺体が見つかったぜ。現場周辺は田んぼの一角を残土で埋め立てた場所で、雑草が生い茂っており、街灯などの設置もなくて夜は暗く、昼間も人の通りが少ない場所だったんだ。あまり人が寄りつかない場所だったのね。ああ、被害者の少女は仰向けの状態で発見されており、スカートは腰まで上げられて、下着は膝のあたりまで下ろされた状態だったんだ。上半身は裸で、首には凶器とみられる、被害者のブラスリップが巻きつけられていたぜ。さらにスカートには AB 型の精液が付着しており、当初は強姦が疑われたんだぜ。当初はということは、強姦ではなかったの？被害者の精液から精液が検出されていないことや、精液の裂傷もなかったんだ。被害者に、事件前に性的な行為を行った痕跡は見られなかったぜ。そのため強姦ではないことは明らかとなっているんだ。スカートに精液が付着していたのに、乱暴された痕跡は残っていなかったの？ああ、そしてこの真相は未だに解明されていないんだ。それでも、15歳の女の子をそんな場所で殺害するなんてひどいわ。いや、遺体が発見された現場周辺には特に争った形跡がなく、被害者は別の場所で殺害されたと推測できる状況でもあったんだ。さらに現場検証では残土置き場の出入り口に、タイヤ痕と22もの足跡が見つかり、遺体が発見された残土置き場からは8つの足跡が見つかったぜ。犯人はすぐに逮捕されたの？ああ、その後の捜査で草加市に住む当時13歳から15歳の6人の少年が、容疑者として浮上し、5人が逮捕されて、1人が補導されたぜ。この6人が冤罪だったのね。どうして逮捕されたのかしら？それは一つの通報が原因だったんだ。草加署が捜査を開始する中で、一件の通報が入ったぜ。どんな通報だったの？草加署に、加害者の少年 C が被害者が殺害された日の午前0時頃に、八潮にある中央病院の近くを被害者が歩いているのを見たと、話していたのを聞いたという情報が寄せられたんだ。それを受けた警察は1985年7月23日、少年たちに、任意同行を求め、事情聴取を行うことにしたんだぜ。確かに、任意同行を求めるのには十分な情報のように思えるわね。ああ、警察がこの通報にどれだけ信憑性を置いていたのかはわからないが、少年たちの素行が悪かったことと、当時から一緒に犯罪行為を行っていた、少年 A の他に BCD 及び C の弟の E も怪しいとして事情聴取をすると、少年 ABC は犯行を自白し、その日のうちに逮捕されたぜ。素行が悪いって、どんなことをしていたのかしら？小学生の頃から家出や窃盗、シンナーの使用などで補導されていたんだ。さらに A は無免許運転などを行い、1984年には少年院に収監されていたぜ。日頃からそんなことをしていたのね。そして B は小学3年生の頃から、C は4年生頃から、バイクや車の窃盗を繰り返し、車上荒らしやシンナーの使用で、10回以上警察に補導されたことがあるんだ。事件が起きる少し前から家出をして、窃盗や車上荒らしで、稼いだお金を得て生活していたそうだ。怖すぎるわ。C の弟の E も一緒に犯罪行為を行っていたの？ああ、E は兄の C と一緒になって犯罪行為を繰り返し、事件の約1ヶ月前に自動車の窃盗で補導され、児童相談所に送られていたぜ。そして児童相談所を出て家に戻るとすぐに家出をし、C や C の友人たちと、再び窃盗行為などを行っていたんだ。反省の色が見えないし、恐ろしい連中ね。
ああ、周囲の環境も悪かったんだろうな。今回はそういう前科がある連中の自白が逮捕のきっかけになったようだけど、彼らの供述内容が気になるわ。彼らは八潮中央病院の近くで被害者少女を見つけて車に乗せ、事件現場近くまで行き殺害した、とはっきり犯行を認めたんだ。ただ、C の弟の E は犯行を否認したぜ。じゃあ E の処遇はどうなったの？ E は看護措置となったぜ。看護措置って何なの？主に家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、処分を適切に決めるための心理検査や面接を行うことが必要な場合に、少年を少年鑑別所に送致して、一定期間収容することを指すぜ。なるほどね。一緒に任意同行された D は容疑を認めたのかしら？ D も自分が車を運転していたことについては自白したが、他の少年たちが被害者を殺害したとされている間、自分は車から出ていないので、他の仲間たちが少女を殺したかについては知らない、と、殺害に関与したことは否認したぜ。その供述は無理があるように思えるわ。警察もそう判断し、D も加担していたとみて逮捕したぜ。もう一人、逮捕された少年がいるわよね。ああ、少年 F は最後まで犯行を否認していたが、事件当時に逮捕された少年たちと一緒に行動していたことから、共犯の可能性があるとして最後に逮捕されたぜ。三人が少女の殺害について自白しているのに、どうして冤罪事件だと言われているの？事件の物証となったのが、被害者のスカートの6箇所に付着した体液だ。被害者は A 型だったんだが、採取された体液は AB 型で、さらに被害者の胸には犯人のものだと思われる。唾液も付着していた他に、シャツの襟に1本の毛髪が残っていたんだ。これも、AB 型の人物のものだと判明したんだぜ。強姦されていないのに、胸に唾液が付着していたの？ああ、そのため強姦目的で被害者を襲ったが、途中で殺害に切り替えたのではないかと推測する声もあるんだ。確かに、それが自然なように思うわ。それで、犯人たちの中に AB 型の人間はいたの？ 5 人の血液型は O 型、または B 型だったんだぜ。ええ？それじゃあ有罪判決の根拠は自白調書しかなかったの？だが検察は、被害者と加害者少年の血液が混ざり AB 型になった、と主張したぜ。そんなことありえるの？理論的にはありえるぜ。浦和家庭裁判所は、この物証を認めた上で処分を下したんだ。しかし、科学的根拠が全くなく、オカルト的だと検察側を非難する声も上がったぜ。体液が混ざって AB 型になることはありえるんじゃないの？実は血液と、その他の体液では血液型の判定方法が違うんだ。この事件では2種類の試験が行われた結果、A 型と B 型の血液が混合して、AB 型と判定されることは理論的にあり得るとされたわけだぜ。聞く限り、かなり疑問点がある物証だったのね。ところで、被害者になった少女はどんな子だったのかしら？被害者になった少女は小学6年生の頃から家出を繰り返し、養護園に入っていたこともあるそうで、あまりそこは行くなかったようだな。事件当日の朝も、母親と喧嘩をして家を飛び出していたんだ。家出をするほどの大喧嘩をしたの？大喧嘩だったのかは分かっていないし、喧嘩の内容も不明だが、不幸にも家を飛び出した日に事件に巻き込まれてしまったんだ。母親も後悔しているでしょうね。実は母親が、その日の13時頃に、少女が街を歩いているところを目撃しているぜ。だが、母親は話しかけたり追いかけたりはしなかったそうだ。どうして接触しなかったのかしら？少女は何度も家出をしていたため、特に珍しいことではなかったんじゃないかと考えられているぜ。この時に母親が声をかけていれば、運命は変わっていたかもしれないわね。少女が目撃されたのはこれが最後だったのかしら？いや、事件当日の21時過ぎに友人の家を訪ねているぜ。何でも、止めてほしいと頼んできたそうだな。なのに0時過ぎに外にいたということは、泊まるのを断られたのかしら？深夜に自ら友人の家を出たのか、泊まるのを断られたのかは分かっていないぜ。何にしても、これが最後の目撃証言だ。最後の目撃証言は曖昧なのね。この事件の裁判の結果が気になるわ。裁判が行われる前、少年たちは急に自白を撤回して容疑を否認したんだ。でも、3人は当初罪を認めていたわよね。ああ、それがある日を境に、最後まで容疑を否認し続けたんだぜ。自白を強要されたのかしら。それで、肝心の裁判ではどう判断されたの？刑事裁判では、被害者と加害者の血液型が、混合したという主張が認められ、5人を少年院送致の保護処分、1人を児童相談所送致とする保護処分を下されたぜ。納得できなかった少年たちは、高等裁判所に不服を申し立てる抗告をしたが、1986年6月16日に棄却されているんだ。
そして最高裁判所にも再抗告したが、1989年7月20日にそれも棄却されて刑が確定したぜ。容疑を否認したけど、検察側の主張が正しいとされたのね。ああ、こうして刑事裁判では少年院送致や児童相談所送致などの有罪処分を下されたが、民事裁判では全く違う結果となり、世間を驚かせたんだ。そうなの？民事裁判についても教えてほしいわ。被害者遺族は数年後、保護処分を終えた少年たちとその親たちに対して、損害請求を求める民事訴訟を起こしたんだ。そして1993年の3月に行われた第一審では、少年5人が強姦殺人を犯したという事実は認められないとして、原告の請求を棄却し、少年と少年の親は無罪判決となったんだぜ。刑事裁判で有罪なのに民事裁判で無罪なんて、被害者遺族は納得できたの？いや、この事実上の無罪判決を不服とした被害者遺族は控訴し、その結果1994年11月30日に総額4500万円の損害賠償を認められたぜ。しかし今度は少年たちの親権者が上告し、最高裁は2002年2月に、自白の信用性を認めるという判断に誤りがあるとして、被告の敗訴を破棄して高裁に差し戻したぜ。差し戻した結果はどうだったのかしら？2002年10月に加害者の体液が AB 型だったことを根拠として、少年5人の犯罪を裏付ける証拠がないとして、原告の請求を棄却したんだ。そしてもう一つ無罪判決の決め手になったのは自白の内容だ。犯人であれば必ず非公表の情報を持ち合わせているのにもかかわらず、彼らが自白した内容にはそういった暴露がなかったんだぜ。この二つが理由になって事実上の無罪判決になったのね。その通りだ。民事裁判で事実上の無罪判決が出たことにより、少年たちは刑事訴訟の再審請求を行い、判決取り消しを3回請求し、すべて棄却されているぜ。民事裁判で無罪判決が出たのに、刑事裁判の判決は変わらなかったの？ああ、理由は保護処分が終了しているからというものだったぜ。なんだか納得いかないわね。当時は保護処分が終了して少年院から釈放された場合、再審が行われることはなかったんだ。成人なら刑事裁判の再審請求ができるのにね。ああ、それが少年法には適用されていなかったんだ。少年法保護処分取り消し決定については、不服申し立てが許されないのが通説で、少年審判における再審は、実質的な一審制だったんだぜ。だから保護処分が終わって再審請求をしても、受理されなかったのね。今は少年法が改正されたことにより、保護処分が終了しても、保護処分の取り消しの請求はできるようになっているぜ。つまり一度保護処分の判決をされても、その後に無罪が確定すると、保護処分の取り消し請求を行い、無罪判決を勝ち取ることが可能になっているぜ。改善されてよかったわ。何歳だろうが冤罪は許されないわよ。でも、成人であっても再審請求はかなり難しいのよね。ああ、成人ですら日本の裁判所では再審請求が認められるのは、年に2件から3件で開かずの扉とも言われているくらい厳しいぜ。逮捕された少年たちは17年間、無罪を訴え続けてきたぜ。最終的に無罪と結論付けられたのは、彼らが30歳を超えた時だったんだ。17年も無罪を訴え続けるなんて、私なら心が折れそうだわ。そして二度と冤罪被害者を出さないために、彼らは会見も行ったぜ。しかも会見に臨んだ仲間は顔を公開し、3人は実名も公表したんだ。実名まで公表したの？勇気があるわね。だがこの草加事件から35年以上経ってから、罪を犯して逮捕された人物がいるんだ。確かに全員非行少年だったけど、この冤罪事件をきっかけに、更生したとばかり思っていたわ。しかも35年以上経ってから罪を犯すなんて、一体誰がどんな事件を起こしたの？2021年の12月11日、建設作業員の篠田圭一当時50歳が、酒気帯び運転容疑で埼玉県警草加署に現行犯逮捕されたんだ。この篠田こそが草加事件の冤罪被害者だったんだぜ。飲酒運転はすごく危険だわ。ああ、しかもそれだけではないんだ。八潮市内の路上を車で走っていた篠田は、前方の車の前に割り込んで、急停車させ、ドアを蹴って壊したんだぜ。さらに篠田は逃げようとした車を追いかけ、別の車に衝突したんだ。そして衝突された車の運転手の男性に暴行を加えて、頭に打撲などの怪我を負わせたんだ。これにより、翌年の1月6日に、器物破損と傷害の罪で再逮捕されたぜ。被害者の男性は怖かったでしょうね。ああ、写真を見る限り篠田は体格もいいし、被害者の恐怖は計り知れないぜ。篠田の父親はマスコミの取材に応じ、息子がどうしてあんなことをしたのかわからないんです。面会に行ってもなかなか会えず、弁護士は酒気帯び運転ですというばかりで、実際のところ何があったのかわからない。
息子は何十年も車を運転していますが、こんなことは初めてですよと語ったぜ。面会に行ってもあまり会えないの？合わせる顔がなかったのかしら？それは篠田本人にしかわからないが、さらに篠田の父親は続けて、草加事件は30年以上前のことです。息子は真面目に仕事をしていて、これまでも過ごしてきた、あの事件と今回のことは何も関係がないと思いますと話したぜ。確かに草加事件では冤罪が認められたし、今回の事件とは関係がないけど、冤罪は間違いだったんじゃないかと疑う人が出てきてもおかしくないわ。その通りだな。草加事件の真犯人は今も捕まっていないんだ。長い時間をかけて勝ち取った冤罪を、怪しく思われるのは他の仲間も辛いだろうな。そうね、被害に遭われた方のためにも更生してほしいわ。二つ目、大阪連続女性バラバラ殺人事件。この事件の犯人、鎌田康俊当時54歳が最初の事件を起こしたのは1985年のことだ。最初の被害者の A さん当時46歳は、大阪市東住吉区西今川に住んでいたぜ。A さんは夫と子供の3人と暮らしていたが、1985年5月14日に家出してから、西成区内の立ち飲み店で偽名を使って働いていたんだ。偽名を使ってまで働くなんて、よっぽどの理由があったのかしら？ A さんの詳しい事情は判明していないぜ。そして蒲田は1985年の5月下旬頃に、A さんが働いていた立ち飲み店を客として訪れるんだ。この時、蒲田は A さんのことを気に入り、食事に誘うんだ。そして二人で店外に出て蒲田の住むアパートに向かったぜ。A さんはアパートでも飲酒だし、蒲田は注意したぜ。だが反抗され、蒲田はカッとなって A さんを絞殺してしまうぜ。そんな些細な理由で人を殺したの？蒲田は犯行を隠蔽するため、室内に血がつかないように、ビニールシートを敷いたぜ。そして、ノコギリなどの刃物を使い、流し台で A さんをバラバラにして遺棄するんだ。A さんの遺体は蒲田が逮捕後の1995年5月29日に発見されたぜ。場所は兵庫県神戸市西区の平野町にある雑木林だったんだ。事件から10年も経ってやっと見つかったのね。第二の被害者になってしまったのは、B さん当時19歳だぜ。B さんは大阪府富田林市にある知的障害者施設寮生だ。B さんと蒲田が出会ったのは、A さん殺害の1ヶ月後、1985年6月16日だったぜ。出会った場所は、通天閣の近くだ。B さんは1985年4月16日17時頃、施設の寮を出てから遊び回っていたそうだ。施設側は行方不明として扱っているぜ。つまり B さんも家出中だったってことかしら？ああ、蒲田と B さんは出会ったその日の午後14時頃に、浪速区内の寿司店を訪れたぜ。店から出ると、蒲田は B さんを自宅へ連れ帰り、B さんと体の関係を持ったんだが、B さんにお小遣いを要求されたんだ。お小遣いと言ってはいるけど、これは売春ね。蒲田は1万円を渡したんだが、少ない、と抗議されて腹を立ててしまうぜ。蒲田は B さんに馬乗りになって、両手で首を絞めて B さんを殺害したぜ。そして A さんと同様、室内にビニールシートを敷いて、B さんの遺体をバラバラにすると、段ボール箱に入れてレンタカーで運んで奈良県工業庁まで運び、竹やぶに遺棄したぜ。二人もバラバラにするなんてひどいわ。B さんの遺体は事件が起きてから約4日後、6月17日に発見されたぜ。奈良県警はすぐに殺人事件と断定して、高田警察署に捜査本部を設置したぜ。しかも、事件が発覚した3ヶ月後の1985年9月に、蒲田は警察に対する挑発行為をしたぜ。グリコの森永事件を模倣して、怪人22面相、という署名入りの挑戦状を高田署の署長宛に送っているんだ。どんな内容だったの？捕まえられるものなら捕まえてみろ、という内容だな。さらに B さんを連れて行った寿司屋の店名や遺体切断の順序なども、書かれていたんだ。犯人しか知らない情報を書いて、真実味を持たせたわけだな。奈良県警が捜査すると、B さんは亡くなる前に、中年男性と寿司屋を訪れていたことが判明するんだ。発見された遺体の情報も、挑戦状に書かれていた内容と一致していたぜ。そのため、警察は、手紙は犯人からのもの、として捜査するんだ。蒲田が何をしたいのかがよくわからないわね。警察が行きつけのスナックに捜査に来たことを知った蒲田は、挑戦状の消印日に使用された、新大阪駅発東京駅行きの使用済み切符を同封し、東京にいたため犯行を行うのは不可能、と釈明状を送ったぜ。捕まえてほしいのか逃げたいのかよくわからないわ。自己顕示欲は強いが、刑務所には入りたくなかったんだろうな。こんなことをするなんて、蒲田は一体どんな人物だったのかしら？それについても説明するぜ。蒲田は1940年7月10日、愛媛県大洲市で生まれたぜ。
両親は旅館に割り箸を下ろす仕事をしていたんだ。鎌田は周囲の人間に、自分は有名旅館の跡取りだ、と見栄を張っていたようだぜ。随分見栄っ張りな性格だったのね。そんな鎌田だが、高校2年生の時に悲劇が起きたんだ。なんと父親が他界してしまうんだぜ。これをきっかけに、鎌田は高校を中退して大阪に行き、板前の修行をするようになったんだ。あら、ちゃんと働いていたのね。料理人になりたかったのかしら？こうして鎌田は大阪で一人暮らしをしていたが、20歳の時に地元で一人の女性と結婚したんだ。二人の子供にも恵まれたぜ。幸せな家庭に思えるけど、鎌田にとっては違ったの？鎌田自身も幸せを感じていたと思うんだが、なんと妻が亡くなってしまったんだ。妻が亡くなったことで鎌田は子供たちと3人で、生活を送ることになるんだが、鎌田は子供を連れて地元から離れ、奈良県大和高田市に引っ越したんだぜ。それからは職を転々としていて、最終的に大阪の西成へ移住することになったんだ。鎌田は飲み屋で働いていた女性と再婚し、鎌田の子供たちも女性によく懐いていたぜ。紆余曲折あったけど、良いご縁に恵まれたわね。だが、鎌田は性格に難があったんだ。カッとなりやすく、何かあるたびに妻に手を挙げていたんだぜ。子供たちが止めに入っていたそうだ。子供の前で手を挙げるなんてろくな親じゃないわ。子供たちも再婚相手を守るなんて、よほど懐いていたのね。しかも鎌田は信じられない行動に出るぜ。他の女性と不倫をして、子供と再婚相手を捨てて姿を消したんだ。はぁ？再婚相手と子供たちは血が繋がっていないのにどうするの？子供たちは再婚した妻が面倒を見ることになったぜ。面倒見の良い女性だったんだろうな。そんな素敵な人がいるのに不倫して、しかも子供を置いて逃げるなんて許せないわ。その通りだ。さらに鎌田は不倫相手と姿を消した後は、真面目に働こうとすらしなかったぜ。盗んだ服やアクセサリーを飲食業の女性たちに、相場より安い値段で販売して生計を立てるようになったんだ。最悪な男だわ。だが、よく足を運んでいたスナックでは鎌田の評判は良かったんだぜ。どうして？再婚相手と実の子供を捨てる男なんて、最低に決まってるわ。鎌田はこわもてな顔に似合わず、温和な雰囲気を出していて、女性に対してはとても優しかったんだ。満面の笑顔もよく見せていて、太った体も愛嬌として親しまれていたぜ。女性たちの間では、かまちゃん、というあだ名で呼ばれるほどだったんだ。近所でも、ペットのマルチーズ犬を自転車のカゴに入れて走る姿を目撃されていて、子供好きの愛想のいいおっちゃんという、良い印象を持たれていたんだ。実際のかまたからはかけ離れたイメージだわ。だが、知人によるとかまたは金に細かく、スナックや居酒屋で月光することもあったそうだ。ホステスには金持ちアピールをするために、金を見せながら口説いたりしていたが、飲食代の支払いになると、なんでこんなに高いんだ、と狂ったように怒鳴る姿も目撃されているぜ。ということは、知人からの評判は悪かったの？そうだな。知人たちからは、酒に酔うと金額のことで腹を立てる。腕っぷしが強く急に怒り出す。すぐに首を絞める癖がある、などと言われていたぜ。首を絞めるって怖すぎるわ。そんな危険な習性を持つ男だから、カッとなったくらいで人を殺すのね。B さんの事件から約1年半が経った1987年1月22日、鎌田は小学校3年生だった C ちゃんに目をつけたぜ。当日の午後17時30分頃、そろばん教室から帰宅している C ちゃんに対して、鎌田は、住吉大社へはどう行くのかな？と声をかけて200円を渡しているんだ。素直な子なら疑うこともなく答えちゃうわね。鎌田はそのまま C ちゃんのことを愛せつ行為目的で誘拐して、自宅に連れ込んだんだ。だが、C ちゃんが泣き叫んだため、発覚を恐れて C ちゃんの首を絞めて殺害したぜ。鎌田は C ちゃんを殺害すると C ちゃんの遺体を段ボールに詰めて、山中に遺棄して、C ちゃんの自宅や小学校に電話し、3000万円用意しろ、と警護会身の代金を要求するんだ。殺害された C ちゃんの遺体は1987年5月4日に、大阪府の豊野郡にある山中で発見されたぜ。C ちゃんはバラバラにされなかったの？C ちゃんはこの事件で、唯一バラバラにされなかった被害者なんだ。鎌田は、まだ小さかったので切断せず、段ボール箱に入れて運んだ、と供述しているぜ。遺体を物のように扱うなんて怖すぎるわ。鎌田は C ちゃんの殺害を、すぐに次の犯行に及んだのかしら？いや、次の事件を起こしたのは C ちゃんの事件から6年後だぜ。この6年間は、別に反省とかじゃないぜ。2回にわたって窃盗罪で実刑判決を受け、刑務所で服役していたからなんだ。刑務所生活で反省したわけでもないのね。残念ながらそうなるな。鎌田は出所から4ヶ月後の1993年7月に第4の事件を起こしたんだ。
鎌田はいつもの手口で、当時45歳の女性、D さんを自宅に連れ込んで押し倒したぜ。この時、鎌田は D さんから、お金はいくらくれるの?と尋ねられたんだ。鎌田はこれに激高するぜ。まだ何もしていないのに金の話をされたからだな。鎌田はいつものように D さんの首を絞めて殺害したんだ。そして、D さんのこともバラバラにし、大阪府箕面市にある、山中に遺棄したんだ。こんなひどいことを繰り返すなんて、同じ人間だと思いたくないわ。まったくだな。そして最後の被害者である、E さん当時38歳は鎌田と顔見知りだったぜ。E さんは以前、鎌田が盗んだ洋服を安い金額で購入していたそうだ。だが、鎌田は顔見知りにも容赦はしなかったぜ。1994年の3月下旬に E さんを自身のアパートに連れ込んだ。だが、E さんも D さんと同じように金銭の支払いを求めたんだ。これで口論になり、鎌田は激高して E さんを殺害したぜ。E さんもバラバラにされてしまったのかしら。ああ、E さんの遺体も大阪府箕面市の山中に遺棄されたぜ。翌月の4月3日に発見されたんだ。E さんが発見されたなら、同じ山に遺棄されている D さんも、見つけられたんじゃないの?もちろんだ。周辺の捜索で、4人目の被害者である D さんも発見されたぜ。D さんの遺体は E さんの遺体から約150メートル離れた場所にあったそうだ。このことから、連続事件の可能性が高いとして、捜査が行われたぜ。事件発覚から翌年の1995年2月、鎌田はまた窃盗容疑で逮捕されていたぜ。その際に鎌田の指紋を照合したところ、あるデータと一致したんだぜ。あるデータ?第二の事件の後に奈良県警に送られた、乗船上の指紋データだぜ。これは重大な手がかりね。そして事件当時に鎌田が借りていたレンタカーの走行距離も、B さんが発見された現場の距離と一致したんだ。そんなことまでわかるの?警察の捜査力はすごいということだな。鎌田は警察の取り調べで、5件すべての事件について自供したぜ。この時には A さんの事件も発覚していたの?まだ判明していなかったが、鎌田の供述通りの場所から A さんの遺体が発見されたぜ。これで、すべての事件が解決したわけだな。時間がかかったけど、A さんも見つけてもらえてよかったわ。裁判の様子はどうだったのかしら?鎌田は捜査段階で C ちゃんの身代金要求を除いた、すべての犯行を認めていたぜ。だが、大阪地方裁判所での公判では一転して、殺害したのは知人で、自分は遺体の遺棄などを手伝っただけだ、と無罪を主張したんだ。今更犯行を否定したの。というか、殺害は認めたのに身代金要求に関しては、否定したって意味がわからないわ。だが身代金を要求した際の電話の音声は声紋鑑定によって、鎌田の声と酷似している、とされていたぜ。しかし弁護人は公判中に再度の声紋鑑定を申請したぜ。そして1998年に、電話の声紋と、鎌田の肉声の声紋は、特徴点全121点のうち、約10点しか一致せず、別人の音声と認められる、という内容の鑑定書を提出したんだ。公判でも、電話は鎌田とは別人の声だ、と証言したぜ。さらに連続殺人事件で逮捕されるきっかけとなった、窃盗事件に関しても、鎌田は起訴事実を、身に覚えがない、と全面的に否認したんだ。自分の犯した罪から逃げたくて必死だわ。1996年3月13日に大阪地裁で連続殺人事件に関する初公判が開かれたが、鎌田は起訴事実を、全く身に覚えがない、と全面的に否認して、特に C 事件については、起訴状に書いてあることはデタラメだ、とまで明言したんだぜ。聞いているだけで腹が立つわ。裁判長は5件すべてを有罪と認定し、鎌田に極刑を言い渡したんだ。だが、C ちゃんの身代金要求に関しては、鎌田本人の自白がない上に、電話があった際にはすでに事件が広く報道されていたため、便乗犯の疑いがあるとして無罪となったぜ。納得いかないけど、確かに犯人のふりをして、そういうことをする輩はいるわね。だが、この判決を不服とした鎌田は控訴したぜ。検察側も身代金要求の電話に関して無罪になったのは納得できないとして控訴したんだ。結果はどうだったの?大阪高裁は、身代金要求犯と被告人刑の声紋が一致しているとした。声紋鑑定の結果は信用できる。第一審判決は証拠の評価を誤っており破棄されるべきだ、として、身代金要求も鎌田が起こしたとして、検察側の主張を認め、改めて鎌田には極刑を言い渡したぜ。鎌田はこれも不服として最高裁に上告したぜ。2005年6月6日に開かれた上告審口頭弁論公判で弁護人は、共犯者がおり、すべて鎌田の単独犯と認定した現判決は事実誤認。捜査段階の自白は警察官の暴行によるもの、などと、
主張して死刑回避を求めたんだ。往生際が悪いって、こういうことを言うんだと思うわ。同年の7月8日、裁判長は控訴審判決を指示して、蒲田の上告を棄却したぜ。これにより、ついに蒲田の死刑が確定したんだ。蒲田の刑は2016年3月25日に大阪拘置所で執行されたんだ。蒲田は75歳だったぜ。死刑執行まで、随分と時間がかかったわね。控訴と上告をしていたし、複数の事件だから仕方ないのかしら？蒲田に限らず、死刑執行を避けるために獄中から、何度も再審請求をする死刑囚もいるくらいだからな。蒲田が起こした事件は、警察庁によって、警察庁広域重要指定122号事件に指定されたぜ。事件当時はこの事件を、グリコ森永事件と並ぶ、最重要課題、と位置づけて捜査していたんだ。警察庁広域重要指定ってどういう意味なの？普通の事件は管轄の警察が捜査するんだ。だが、警察庁広域重要指定事件に指定されると、日本全国の警察機構が協力するんだぜ。4人の女性と1人の少女が身勝手な犯行で、命を奪われたんだし、当然だわ。3つ目、西口明事件。ルリコちゃんが住んでいたのは、熊本県玉名市。玉名市って聞いたことがあるわ。夏目漱石が気に入っていた阿波温泉があるところよね。よく知っているな。夏目漱石は4年3ヶ月を熊本で過ごしたと言われている。野菜も果物も美味しいわよね。そこでルリコちゃんは育った。ルリコちゃんの父親は古川大龍さん。宗教家で、冤罪被害者を救う活動をしていたんだぜ。具体的にどんな活動をしていたの？福岡で起こった殺人事件である福岡事件の死刑囚の除名運動をしていたんだ。大龍さん自身が現場に赴いて検証し、冤罪と判断。40年近く福岡事件の真相究明を求める活動の先頭に立っていたんだぜ。40年間も、すごいわ。そこに目をつけたのが西口だった。凶悪な指名手配犯が大龍さんの活動に目をつけたということ？助けて欲しかったのかしら？だったらよかったんだがな。時間軸を、西口と古川家の出会いに巻き戻すぜ。1964年1月、古川家に川村角次と名乗る弁護士が訪れる。あら？西口と古川家の出会いじゃなかったの？この川村こそ、西口が変装した姿だったんだぜ。西口って変装もできるの？変装どころか、指名手配後は自殺の偽装、殺人、窃盗しながら逃げ続けていたんだぜ。まさに凶悪犯ね。大龍さんも騙されてしまったの？名前も身分も仕事も偽っていたからな。しかも、大龍さんが取り組んでいた冤罪被害者への活動に対する協力を申し出た。大龍さんは感激して、西口をあっさり受け入れてしまったんだ。完璧な詐欺師だわ。どんな人生を送ってきたのかしら。西口明の人生について説明しようか。西口明は、1925年に大阪に生まれた。両親のふるさとは長崎県五島列島で、大阪には出稼ぎで出てきたんだ。出稼ぎということは長崎に戻ったの？その通り。両親は、出稼ぎの資金で船を所有し、さらに大分で旅館を経営。家庭は裕福になったんだぜ。裕福な家庭なら、西口明は不自由なく育ったんでしょう。それがそうでもないらしい。西口明は、中学生の時に中学を中退して家出しているんだぜ。あら、どうして？長崎県五島列島には隠れキリシタンの伝統が残っていて、西口もミッション系のスクールに入学した。だが、戒律が厳しくて馴染めなかったみたいだ。家出までしなくてよかったでしょうに。父親もキリシタンの厳しい戒律を敷いたからな。それからというもの、西口は窃盗と詐欺を繰り返して、少年刑務所に入れられる。出所と服役を繰り返しつつも、20歳で結婚して3人の子宝にも恵まれたんだ。改心したのかしら？でも、20歳といえば、1945年でしょう。古川家に行ったのが、1964年1月だから、また何か事件を起こしたの？1963年10月18日、西口は、37歳の時に福岡で最初の殺人事件を起こしてしまったんだぜ。見当違いね。全然改心してなかったわ。どんな事件だったの？二人を殺して金を奪って逃げた、強盗殺人を犯したんだ。二人も？被害者二人は何をしていた人たちだったの？タバコ商人とその運転手。西口はタバコ商人の男を誘い出し、車の中で殺した。男の売上金を奪って、運転手も口封じとして殺してしまう。なんてことを。集金したはずの現金が消えていたこと、被害者たちと同行していた西口の姿が目撃されていたこと。現場に残された指紋と、西口の指紋も一致したこと。自宅から血がついた衣類も出てきたこと。
これらを鑑みて、警察が西口を全国指名手配したんだ。待って。西口には奥さんと子供がいたでしょう。実は、事件を起こした当時、西口には複数の愛人もいた。お金を奪ったのは、愛人に金を貸すためだったらしいぜ。それなら自宅や愛人宅にいたんじゃない。ところが事件後、西口は家族からも愛人の前からも姿を消した。どこに行っていたのかしら。指名手配された日の夕刊で自分が指名手配されたことを知って、逃亡生活を始めたんだぜ。まず、1963年10月24日。警察が、瀬戸内海の連絡船に西口の服と衣装を見つけるんだ。けれど、それは偽装だったんでしょう。偽造した自殺を警察に見抜かれてからも、偽名を使って岡山から神戸、大阪、京都、名古屋、静岡県、福島県、北海道や東京、日本全国を転々とした。大学教授や弁護士など職業を変え、ある時は人を騙してお金を搾取し、ある時は人を殺して金品を奪い逃亡を続けた。その間、殺人5件、詐欺10件、窃盗2件を犯したんだぜ。ひどい話ね。日本中を逃げ回った西口は、ついに九州に着いた。大龍さんを狙ったのはどうして？西口は、自分の服役中に福岡刑務所に出入りしていた大龍さんの顔を覚えていた。それで沖縄に逃げる足がかりとして、家族を襲い、金品を奪うつもりだったんだぜ。あらかじめ郵便物を抜いて、大龍さんの事情を詳しく調べて東京のエリート弁護士河村角次という顔で近づいたんだ。詐欺や窃盗はお手の物ってこと。それで大龍さんも西口の話術にすっかり騙されてしまったのね。ここでルリコちゃんの登場だ。大龍さんは、西口の変装に気づかないまま自宅にあげてしまったのよね。そう。そして、当時11歳だったルリコちゃんに2階に案内するように言いつけたんだぜ。ここで、ルリコちゃんは河村弁護士が指名手配犯だと気づくんだ。大人が気づけなかったのに、どうして気づいたのかしら。ルリコちゃんは、登下校の時にいつも指名手配のポスターを見ていたんだ。指名手配のポスターって街に貼ってあるものでしょう。覚えようとしないと覚えられないものじゃない？よほど印象に残っていたのさ。西口の名前とルリコちゃんの同級生の名前が一文字違いだったんだよ。なるほど。西口を案内した後、ポスターを再度確認しようと、ルリコちゃんは家を飛び出した。ポスターを見て確信したのね。さらに、食事を運びながら何度も確認した。この人に間違いないと。お父さんの大龍さんには話したの。話したが信じてもらえなかったんだ。そんな。しかし、ルリコさんのお母さん美智子さんも西口の様子に違和感を覚えた。ルリコちゃんのお姉さん愛子さんにポスターを確認してくるように言ったんだぜ。右側顔にあざがあるという特徴が合致し、美智子さんが大龍さんに告げた。大龍さんも河村弁護士が西口明であることが分かったんだ。大龍さんは、指名手配犯と分かった上で、西口を一晩止めることを決意したんだぜ。外に出したら何をするか分からないからと考えたのね。でも家族は反対したでしょう。もちろんしたぜ。かといって、今警察に通報したら、自分たちの身が危ない。帰ろうとした西口に止まるように進めて、西口が寝入ったところで警察を呼びに走る、という作戦を考えたんだ。うまくいったのね。ところが、肝心の警察が半信半疑だったんだ。西口は神出鬼没だったから、他のところにいると思っていたのかしら。警察は東京に潜伏していると考えていた。そこで、古川家を訪れた刑事は、大龍さんに一つのお願いをする。何かしら。西口には右胸に傷跡があるから、戦闘に一緒に入って確認してくれって言うんだぜ。自分たちですればいいじゃないの。もちろん警察も客を装って同行した。しかし、西口は胸の傷跡を手拭いや腕で必死に隠す。その時の西口の視線は、大龍さんも恐怖を覚えたらしい。それから西口はどうしたの？気づかれたと思ったんだろうな。戦闘から帰るや否や、2階に駆け上がってしまった。逃げるつもりだったの？らしいな。それを察知した大龍さんが警察に連絡し、西口は逮捕されたんだぜ。逮捕後、西口と古川家はどうなったの？まず西口だが、こちらは死刑判決が下ったぜ。あれだけ罪を重ねたものね。そして古川家、事件解決のきっかけとなったルリコちゃんには、マスコミが殺到した。ところが、ルリコちゃんは、自分が気づいたせいで死刑囚を生んでしまったと悩んだそうだ。ついには、マスコミの取材も拒否した。11歳の女の子には酷よね。けれど、ルリコちゃんが気づかなかったら、古川家も被害に遭っていたわ。その後、ルリコちゃんは西口の子供たちと文通や面会まで行った。そして、大龍さんは、大黒柱を失った西口家の学費を負担したんだ。そうだったの。さらに、獄中の西口と文通で親交を深めていった。それって本当？驚きだよな。
殺人鬼にも、変わらず慈愛の心と自分たちの信念を貫き通したんだ。西口には伝わったのかしら。心中は本人にしかわからないが、西口はこう言い残してこの世を去った。古川さん、念仏、頼みます。青年時代には改心できずに再び犯罪に手を染めてしまったけれど、古川さんの思いや行動が今度こそ西口の心を動かしたと信じたいわ。人に危害を加えるのが人なら、人の心を救うのもまた人だからな。こんな凶悪な事件、二度と起きてほしくないわね。そうだな。四つ目、三菱銀行人質事件。まずは三菱銀行人質事件が発生した時代を振り返るとするか。事件発生は1979年1月26日の金曜日だったんだ。銀行などの金融機関に週休2日制が導入されたのは、事件発生から10年後の1989年だから。当然、事件当時は翌日の土曜日も午前中は営業する予定になっていたんだ。なるほどね。さて、事件発生の1979年1月26日午後2時30分。事件現場となった三菱銀行北畑支店内は、周辺の一般客や会社員などで混み合っていたそうだ。閉店時刻は午後3時だったから、慌てて駆け込んできた客もいたらしい。そうでしょうね。そこへ突然、2発の銃声が響いた。それが長い2日間となった三菱銀行人質事件の幕開けだったんだぜ。ここで改めて事件現場となった三菱銀行北畑支店を紹介するぜ。大阪といってもどのあたりにあった支店なの？北畑支店は大阪市住吉区万代2丁目。阿部の筋と南港通りの交差点の角に立っているんだ。商業ビルなどの地下に入居した店舗というわけではなく、支店自体が一つの建物というタイプだな。当時は1階が店舗、2階が支店長室や応接室、3階が女子更衣室などとして使用されていたそうだ。なるほどね、その支店の1階店舗に押し入ったわけね。厳密に言うと押し入ったわけじゃないな。何しろ梅川が支店に入ったのは、まだ営業時間中の午後2時30分だったんだ。そしてその1分後、おもむろに荷物の中から散弾銃を取り出して、天井に向けて発射。そこから三菱銀行人質事件の幕が切って落とされたことになる。そもそもこの事件の犯人、梅川明美ってどんな男だったの？梅川明美は昭和23年1948年に現在の広島県大竹市で生まれている。生まれた時には父は46歳、母も42歳で年を取ってからできた子供だったそうだぜ。兄弟姉妹はいなかったの？姉がいたらしいんだが、梅川本人が生まれる以前に幼くして亡くなっているから、実質一人っ子として育っているんだ。実はこの両親は再婚同士だったらしく、遅くできた一人息子を溺愛していたという話もあるんだぜ。つつましやかながら幸せに暮らしていた梅川一家だったそうだが、梅川が8歳になった頃に父親が持病を悪化させて、やむなく休職。2年を経ても回復の兆しはなく、勤めていた会社を辞めることとなったそうだ。人生の歯車が狂い始めたのね。もちろん、病気や怪我は誰にでも起こりうることだから、梅川一家にも手に手を取って乗り越えるという方法はあったかもしれない。しかし、梅川の父はもともと金銭面でだらしない性格だったという話もある上に、女性関係もなかなか派手だったらしい。そうした父親の素行不良のため、会社の温情で引き続き住まわせてもらっていた社宅もとうとう出て行かざるを得なくなり、一家の暮らしはますます困窮。とうとう両親は梅川が10歳、小学5年生の頃に離婚することとなったそうだ。離婚、梅川は誰に引き取られることになったの？父親に引き取られることとなったが、両親の父親が一人で育てることは無理だったらしく、父の郷里である香川県大川郡四桁町、現在の東香川市へと移り住むことになったそうなんだぜ。それじゃ梅川明美は香川で成長したの？いや、そうすんなり行く話ではなかったそうだ。四桁町は梅川の父親にとってのふるさとだが、父親自身は長男であるにもかかわらず、後を継がずに弟に全てを任せていたらしいんだ。それじゃ、父親と梅川が帰郷した頃にはその弟が実家を継いでいたのね。ああ、弟はすでに結婚し子供もいたそうだが、弟夫婦にしてみれば、田畑も年老いた両親の面倒も丸投げしておいた兄が、今更どの顔下げて頼ってきたのかという不満もあっただろう。しかし、口さがない田舎のことだから、完全に見捨てるというわけにもいかない。そこで仕方なく、実家の敷地の外れにあった納屋を改装して、そこへ梅川節を住まわせるようにしたんだぜ。事情はわかるけど、ちょっと冷たいような気もするわ。これは梅川の事件に関してだけではなく、昔起きた事件を振り返るとき、時代考証は欠かしてはいけないと思うぞ。
時代考証？つまり現代の感覚で昔の事件や事件背景を判断すると、本質を見誤るということだ。梅川は両親が離婚した後、父親に連れられて引っ越していった父親の郷里で、冷遇されたことを生涯恨んでいたらしい。梅川が生まれた昭和23年のわずか1年前の昭和22年1947年までは、明治憲法下の旧民法における相続制度で長男が財産の全てを受け継ぐ、という家督相続が生きていたんだ。つまり梅川の父親が郷里を離れ、梅川の母親と結婚した頃は、この家督相続が法的に有効だったということだ。この家督相続とは、平たく言うと、子供が男女で複数いる場合、家督相続人になるのは、原則として長男。もし子供に女子しかいなければ、長女が家督相続人となる。ああ、だから明治や昭和初期の小説や映画ではよく婿養子が登場するのね。そうだ、しかも現行法の下では、相続人に該当する者が複数いても、全員が相続人となる。しかし、当時の法律では兄弟が何人いても、財産を承継するのは一人だったんだ。財産独り占めというわけね。さらに現代においての相続は、被相続人が死亡した際にしか発生しない。しかし、当時の家督相続では、戸主の死亡または隠居で発生したんだ。だから梅川が父親に連れられて父の郷里に帰った時、まだ梅川の祖父が存命だった場合は、そうした家督相続問題が一気に吹き出したとしても、不思議ではないと言える。さっき、財産独り占め、と言ったろう？しかし家督相続には、戸主としての地位や事業、お墓といった祭祀にかかる出費も、相続人が承継することが定められていたんだ。負の財産も一手に相続するとなると、シャレにもならないんだぜ。そうか、祖父母の生活費も全て見なくちゃいけないのね。本人には責任はなくても、梅川の父に向けられる冷たい視線を、まだ子供だった梅川が辛く思うことはあったろうな。さらに言えば、子供というのは周囲の大人の態度に敏感だ。突然やってきたよそ者、さらに大人たちが冷遇する相手、と見て取った子供たちが、大人の真似をして、梅川を仲間外れにしたり、侮蔑的な言葉をかけたりしたというのも誇張でもないだろう。まさに親の因果が子に報いね。結局父に連れられて移り住んだ香川での生活に耐えかねて、梅川は翌年父親からくすねたわずかなお金を握りしめ家で、父と別れた後も母親が暮らしていた、ふるさとの大竹市へ戻るんだ。離婚後、会社のように住み込みで働いていた母親は、そんな梅川を受け入れて、二人で暮らし始める。それじゃ梅川にとって幸せな暮らしが戻ったのね。それがそうとばかりも言えないんだ。当時、梅川の母親はすでに53歳くらいになっていたから、働き口を確保するのは容易なことではなかったらしいぜ。だから雇ってくれた工場の社員寮の仕事が、早朝から深夜までの激務でも文句を言えるような余地はなかった。当然母親は仕事に追われて家を留守にしがちになった。梅川はそんな母親をいたわるでもなく、小遣いをむしり取るとしたい放題を尽くすようになったらしい。それでも母親は、構ってやれない後ろめたさからか、甘やかしてばかりだったようだ。そこで中学校に上がると、梅川の思考はさらにエスカレートし、何度も補導されるような少年になっていたんだ。しかしそんな荒れた生活を送っていても、梅川の学業成績自体はそんなに悪いものでもなかったらしい。そうなの？意外というか、特に国語の成績はなかなかのものだったらしいぞ。成人後もハードボイルド小説から伝記、実用書、六法全書などを、よく読んでいたそうだ。しかし、中学卒業後受験した県立高校は不合格になり、私立の高校に進学するものの、入学後ほどなくして中退してしまうぜ。しかも中退の原因は、オートバイの窃盗事件で捕まったことだったようだ。同じ頃、梅川の度重なる非行に悩んでいた母親は、シングルで育てているから非行に走ると言われて父親と復縁する。それで少しでも息子の素行が良くなることを期待したのね。しかし母親の願い虚しく、梅川は15歳にして大事件を起こす。それが大竹市強盗殺人事件と呼ばれる事件なんだ。強盗殺人？高校中退後、よりを戻していた父母の暮らす香川に、一旦は身を寄せた梅川だったが、すぐに大竹市へと単身舞い戻ったそうだ。そして1963年12月、一時アルバイトをしていたため見知っていた。地元の建設業者の社長宅に、金銭目的で押し入った。留守番をしていた社長の親族の女性を視察し、現金や貯金通帳、株券といった金目のものを強奪して逃亡したんだ。ちょっと待って、まだ15歳当時にそんなひどい事件を起こしたの？ああ、事件自体はすぐに梅川の犯行と露見し、スピード逮捕された。
成人であれば重罪として相応の刑罰に処される事件だ。しかし、梅川は犯行時、満16歳の誕生日まであと2ヶ月余りだった。したがって少年法においては刑事責任は問えても、家庭裁判所から逆送致されない限り、刑事裁判の被告になることはない年齢だった。それで結局のところ処分はどうなったの？中等少年院送致となり、収監後1年半ほどで仮釈放になっているんだ。1年半たった1年半。保護観察処分自体はその後2年半ほど継続となったらしいがな。納得できん。仮出所時、梅川は17歳になっていたが、少年院では、梅川の性格を社会に放任することは極めて危険。強制は困難類犯の可能性が極めて高いとみなしていたそうだ。14年後の三菱銀行人質事件を思うと立然とするわね。山口県の施設を仮出所後、梅川は大阪に移り住み、翌年死んだ父親の葬儀にも顔を出すことはなかったらしい。その後、キャバクラのボーイやバーテンダーなどの水商売で暮らしていたそうだが、借金癖は抜けずにいたそうだ。さらに自分の境遇に常に不満を抱き続けており、その責任は自分ではなく社会にあるという多責主義の塊だったらしい。一方で読書家で顔立ちも悪くなかった梅川は、水商売界隈の女性にかなりモテていたらしい。しかし非常に嫉妬深く、交際相手が仕事として、相手に優しくしたりすることも許せずに、殴る蹴るといった暴行や、すっぱだかにして子飼いに放り出すといった、粗暴な振る舞いが改まることはなかったようだ。耐えて音信不通となっていた母親のもとへ、事件を起こす2年前に梅川は顔を出している。大阪から香川まで出向いて？ああ、親孝行の真似事をし、近所の人々には冷蔵技術が、今ほどではなかった当時としては、大変高価で珍しかった数の子を土産として配ったりしたらしい。どういう意図があったのかしら？都会で成功している人物に見せかけて振る舞いたかったのではないかと言われているな。なるほどね。こうした格好つけとも言える梅川の振る舞いは、事件前日の行動にも垣間見えるとされているんだ。例えば事件当日の午前中には、馴染みの理髪店へ出かけてパーマをかけている。さらに当日着用していたスーツや靴などもあつらえたばかりのものだったと言われている。この時の梅川の服装やヘアスタイルは、事件をもとに制作された映画タプー入れ墨ありでの、梅川役である宇崎竜童の服装やヘアスタイルで再現されているな。そうだったんだ、知らなかったわ。愛読していた大藪春彦のハードボイルド小説の主人公を、気取っていたのかもしれないな。そして1979年1月26日午後1時30分、三菱銀行北畑支店に、用意しておいた車で乗り付けた梅川は、午後2時30分に支店内に入り、猟銃を天井に向けて2発発砲する。とうとう大事件が始まったのね。梅川は持参していたナップサックを窓口の行員に投げつけ、5000万円を入れるように要求した。当時支店内にいたのは三菱銀行の行員34人と、客17人の計51人だったそうだ。この時、行員の一人が非常電話で2階の支店長室に知らせようとしているのを見つけ、発砲。一発は通報しようとしていた行員に当たり、ほぼ即死し、もう一発はそばにいた別の行員に命中し瀕死の重傷を負ったんだ。いきなり二人も殺傷するなんて。この時、犯人の隙を見て店外に逃れた三人の人質のうちの一人が、たまたま近くを自転車で巡回していた警察官を見つけたことで、事件が発覚したんだ。これが事件発生からわずか3分内に起きたことだった。一報を受けた警官は通用口から支店内に侵入。梅川と打ち合いになり、射殺される。逃げ出した人質の残り2人はどうしたの？2人はそれぞれ公衆電話から110番通報したり、近くの喫茶店に駆け込み、そこから通報している。管轄の住吉署は直ちに緊急配備を敷き、安倍の警察署や他の署からも続々応援が駆けつけた。この時府警本部からの無線を受け、最も支店に近い位置にいたのが、安倍の署警ら係のパトカーだった。そのパトカーで任務に当たっていた警官2人はすぐに支店に到着。2人のうち1人の警官は支店内に入るとすぐに梅川の狙撃を受け、死亡。この時点でもう2人の警察官と1人の行員の方が亡くなったのね。この時点で支店は大阪府警の車両合計168台、捜査員1100人余りに包囲される。ここまでの成り行きは梅川にとっては、実は全くの想定外のシナリオだったらしい。え、どういうことなの？そもそも梅川がこの北畑支店をターゲットに定めた理由は、管轄の署から駆けつけるには少なくとも3分間はかかるという、立地条件にあったと言われているんだ。だから梅川のシナリオでは、発砲で恐れをののいた行員が直ちに差し出す金を奪い、
支店外に用意した車で逃走、途中で車を乗り換え、服装も着替えて悠々と逃げおおせるつもりだったんだ。そのために当日のアリバイ工作まで事前に準備していたほどだったんだからな。しかし、人質の一部を取り逃がすことで思いもかけず早い通報がされてしまい、梅川のシナリオは根本から瓦解してしまったと言えるんだ。それじゃ、その先はまさに行き当たりばったりの思いつき？どうだろうな、梅川の真相心理に芽生えていた残虐性のなせる技だったとも言えるしな。事件に戻ると、梅川はその後も駆けつけた警官と銃撃戦の結果、支店シャッターを下ろして籠城作戦に突入する。梅川は人質の中で幼い子供二人を連れた主婦を解放。その一方で最初の発砲音を聞いて、2階の支店長室から1階に降りてきていた支店長を射殺し、人質に支店内のスチール製デスクでバリケードを作らせた。さらに人質を数え上げ、その中の妊婦を解放した。優しさなのか、単に足手まといになりそうな人質を除外したのか、わからないわ。梅川は人質の中の男子行員の態度に不満を持ち、狙撃し、近くにいた別の行員にとどめを刺すように要求。命じられた行員がすでに死んでいると言うと、証拠として耳を切り取れと命じたそうだ。当事者にしてみれば、悪夢を見ているようだったでしょうね。実は瀕死の重傷ながらも生きていた行員は、耳を切り取るように命じられた行員に要求に従うように促し、その後も激痛に耐えながら、死んだふりを貫いたそうだ。一方、梅川は切り取られた耳を口に含んで見せるなどの振る舞いを続けたそうだ。その傍らには射殺された行員や警察官の死体がそのままにされていたから、人質たちの精神状態は極限状態だったろう。しかもこの後、梅川はほとんどの女子行員を全裸にして、自分の周囲にぐるりと配置し肉の壁としたんだ。まさしくソドムの死の世界ね。人質となった女性たちは生きた心地なんてしなかったと思うわ。二日目に入ると、逃走用に用意していた車が発見されたんだが、その車のルートから梅川の身元が判明し、全国に犯人梅川明美の名前が報じられたんだ。逃走用の車で身元が判明？足がつかないように、盗難車を逃走用に準備していたそうなんだが、車を盗んだ共犯者が警察にスピード逮捕されたんだ。その共犯者は梅川の香川県時代の顔なじみだったから、素性にも詳しかったんだぜ。それで取り調べで籠城している犯人イコール梅川とばらしたのね。そういうことだ。実際、差し入れのラジオや新聞で自分の名前が報道されているのを確認するまでは、梅川は支店内で触れたものはいちいち指紋を残さないように吹いていたらしい。そっか、前科があるから指紋照合されたら、すぐバレてしまうものね。梅川は自分用に差し入れを要求すると同時に人質用にも、食料の差し入れを要求。さらに疲労の見え始めた人質の中から高齢の男性一人を解放したりもした。根は優しいところがあるのか、何なのかよくわからない犯人だわ。その後は長い膠着状態に突入し、散発的に人質を解放。警察はその間、梅川に気づかれないままで、支店内の貸金庫室や応接室に潜んでいた客を密かに救出。さらに梅川の母親を香川県から呼び寄せて説得に当たらせようとしたんだぜ。香川県から？もうかなりの高齢だったでしょうにね。一方でその頃、梅川は行員の一人に自分の借金を返済して回るように命じる。命じられた行員は支店の金500万円を持ち、梅川の愛人など指定された8カ所を回って金を配って回った。借金を返済？追い詰められて籠城している犯人が？この時、梅川が自分の死を覚悟していたかどうかは、意見の分かれるところだけど、梅川自身の美学からすれば、借金を残して死ぬなんてみっともないことはしたくないだったんだろうな。クレバーなんだか自暴自棄なんだか。そこへ大阪に到着した梅川の母から電話が入るが拒否。仕方なしに母は手紙を書き、受け取った梅川は女子行員に代読させる。そして他の行員からの願いを聞き入れて、支店内で負傷したまま放っておかれていた行員3人が解放された。それからどうなったの？最後の晩餐と称してローストビーフやワインを要求した頃、借金返済に回っていた行員が起点。この時点で支店内には客はおらず、人質は北畑支店の男女行員合計25人になっていたんだ。人質の体力や気力の限界も近いと警察は判断、突入の機会を狙い始める。現在のサットに相当する第二機動隊ゼロ中隊6人が準備する中、梅川は自分の服と行員一人の服を交換する偽装工作を図る。どこまでも狡猾ね。しかし最終的にはこの偽装工作を断念。わずかな隙ができた時に突入した警察がカウンター越しに発砲し、梅川は倒れたんだ。同時に警察が支店に入り、残されていた人質全員が解放された。梅川はどうなったの？
ほぼ同時に病院に搬送され緊急手術を受けたものの、1979年1月28日、事件発生から3日目の午後5時43分、死亡が確認されたそうだ。事件後、梅川の遺骨は置いた母の手で香川へと帰っていったらしい。その母は亡くなるまで、人目をはばかって細々と暮らしていたそうだ。辛い人生だったでしょうね。この三菱銀行人質事件は、銀行などの金融機関の警備などに、一石を投じただけでなく、少年法についての問題も炙り出した。梅川が15歳当時に起こした大竹氏強盗殺人事件の際に、厳罰に処せなかったことが、人質事件の原因になったのではという、論議が巻き起こるようになったと言われているんだ。それは確かにそうね。また、この三菱銀行人質事件は逐一テレビで事件の経緯が、中継されるという事件の先駆けともなった。世間の関心を一気に集めたわけだが、その反動として人質になった行員たちについての中傷や、面白半分のデマが飛ぶ結果ともなり、報道被害という新たな問題も突きつけられたと言える。本当ね、二重三重の被害を行員たちは受けることになってしまったんだわ。実はこうしたことは今でも起きていて、最近では尼崎事件を起こした主犯の角田美代子は、昔、梅川と関係のあった女性という噂がまことしやかに流れているらしい。尼崎事件、自分の親族を洗脳して、親族同士で暴行や監禁を繰り返させた挙句、殺人や死体遺棄に問われたあの事件の？当事者二人が死んでいるし、事件の関係者もその多くがちりぢりになっている今では、あくまでも噂の息を出ない話だがな。5つ目、足立区女性教師殺人事件。この事件は、もともと1978年8月に、東京都内の小学校に勤めていた、女性教師、石川千佳子さんが失踪し、未解決事件になっていたんだ。1978年って思ったより昔の事件なのね。そうだぜ。それから、公訴時効成立後の2004年に、失踪当時、小学校の警備を担当していた男、和田信也は、女性教師を殺害したことを、実施したんだ。時効成立後に実施した場合って逮捕されるの？逮捕されることはないぜ。ただ、尊い命を奪った罪自体が消えるわけではないぜ。そうなんだ。きっと、事件当時から実施するまで、ビクビクしながら生活していたんでしょうね。確かに、いつ見つかるかわからない恐怖と戦いながら生活していたな。実際、石川さんの失踪後、和田信也の自宅が途端で囲われるようになり、有刺鉄線やサーチライトも設置されていたんだぜ。そこまでの徹底ぶりだったのね。和田信也は、なんで石川さんを殺害したの？理由として、普段から、弁当に睡眠薬を入れられたり、有毒ガスを撒かれたり、と、嫌がらせを受けていた。その日も、ぶつかったことで言い合いになり、石川さんが騒ぎ出したから殺したと言っているぜ。ただ、石川さんの弟が、言い合いになったことに対して否定しているんだ。なんて言っていたの？姉が人と争う姿を見たことがない、それくらい穏やかな性格だったと言っていたぜ。そうなのね。ところで、普段から嫌がらせを受けていたってどういうこと？どんな人物なの？和田信也は高校を卒業してから製缶会社や自衛隊など、職業を転々と変えていたんだ。給食調理師として働いていた妻の紹介により、1973年4月から小学校の警備員として働き始めたんだぜ。この話だけだと悪い人ではなさそうだけど、何があったの？和田信也は創価学会員だったんだけど、この学校の職員には、共産主義の人が多かったんだ。それで、主義主張の違いから、嫌がらせを受けていたと言っていたぜ。なるほどね。正直、この話に関しては和田信也が一方的に言っているだけだから、すべてが真実かはわからないんだけどな。これこそ、死人に口なしだよな。確かにそうね。どうやって失踪したことがわかったのかしら？おっと、そうだよな。じゃあ、今からこの事件の詳細を紹介するぜ。石川さんは事件の前日の8月14日までは、無断で学校を休むことはなく真面目に出勤していたんだ。ただ、休養日であった15日も、日直であった17日も、プール当番であった22日も、連絡もなしに登校していなかったんだぜ。普段真面目に出勤していた人が、そんなに連続で無断欠勤だなんておかしいわ。他の職員は、何か知らなかったの？14日までは出勤していたわけでしょ？霊夢、8月の小学校って何の時期かわかるか？あ、夏休み。そうだぜ。夏休み期間っていうのは基本、生徒はプール授業以外では登校していないし、学校にいるのは、教頭や数名の職員だけなんだぜ。だから、14日に何があったのかを知っている職員はいなかったんだ。そうだったのね。心配だったでしょうね。そうだぜ。
この学校の校長も心配になり、石川さんのアパートに行ったがそこにはいなかったんだ。実家に連絡はしたの？北海道の実家にも連絡をしたんだが、家族は、帰ってくる予定もなく、今どこにいるのかもわからないという状況だったんだぜ。なるほどね。この状況に、ただならぬ事態だと直感した家族から、捜索願いが出されたんだ。だけど、ずっと見つからないから未解決事件だったのよね。そうだぜ。見つからないまま10年が経過した1987年の11月に、少しの進展と思われることが起こったんだ。何があったの？1987年1月に大韓航空機爆破事件という事件があったんだ。その実行犯のキムキョンヒがリュネという女性から、日本語教育を受けたことを言っていたんだぜ。あの事件のことね。そうだぜ。そのリュネに石川さんが似ているということが話に上がったんだ。その結果、北朝鮮による日本人拉致問題の被害者として、2003年に特定失踪者リストに石川さんの名前が掲載されたんだ。家族は藁にもすがる思いだったんでしょうね。きっとそうだったんだろうな。それで、そのリストに掲載されたことによって何か変わったの？いや、掲載されたことで何かが変わったわけではなかったんだ。じゃあ、また振り出しに戻ってしまったのね。そうでもないぜ。この失踪事件は、思ってもみない形で決着を迎えるんだぜ。どういうこと？事件発生から26年後の2004年8月21日に、事件当時石川さんの最後の目撃者であった和田信也が、警視庁綾瀬警察署に自首をしに来たんだ。26年も未解決だったのね。そうなんだぜ。自首をしに来た和田信也は、石川さんを殺害し自宅の地下に埋めたと言ってきたんだ。道理で見つけられないわけね。だけど、どうやって埋めたの？殺害をしてから、15日までは遺体を毛布でくるんだ上にロープで縛った状態で、自分の車のトランクに隠していたんだぜ。16日に遺体をビニールシートで再度包んで、奥さんの留守中に4時間かけて、スコップで約 1.4 メートル下まで穴を掘って埋めたんだ。じゃあ、それから発見されるまでの26年もの間和田信也も、その奥さんも遺体とずっと一緒に暮らしていたことになるのね。そうなるな。発見された時には、もう白骨化していたからな。悲しいわね。だけど、時効が成立したって分かっていたなら、なんで急に実施しようと思ったの？確かに、逮捕されないからって、そのまま隠しながら生活する犯人もいるかもな。理由としては和田信也の自宅のある地域で、区画整理が決定したからだと言われているぜ。それだけ？そうだぜ。区画整理中に遺体が見つかるのを恐れたからっていう理由なだけで、罪を償いたいとか、後悔の念に苛まれた、とかではないんだぜ。そんな、実際、判決が出た後にマスコミの取材に対して、謝る気は全くありませんからと話しているんだぜ。尊い命を奪っておきながらそんなことが言えるなんて、ありえないわ。その判決ってどういうものなの？じゃあ、裁判の内容について簡潔に説明するぜ。まずこの事件に関しては、公訴時効が成立しているから、殺人罪として裁判を行うことは不可能だったんだぜ。そうだったわね。だから、逮捕されることもないってことだったわよね。そうだぜ。だから、石川さんの遺族は2005年4月に、民事控訴で戦うことを求めたんだ。2006年9月に、東京地裁で和田信也が遺族3名に対して、慰謝料100万円と弁護士費用10万円の、計330万円を支払うよう命じられたんだ。その後は、2008年1月に東京高裁があったんだけど、それまでに色々な動きもあって、慰謝料4255万3206円の支払いを命じたぜ。東京高裁で終わりなの？そうだな。2009年4月に和田信也が不服を申し立てて、最高裁もあったけど判決内容は変わらなかったぜ。東京高裁での動きに関しては、この動画で説明するには長すぎるから、気になる人は足立区女性教師事件裁判で調べてみてくれ。調べてみようかな。その賠償金ってどうしたの？賠償金に関しては、石川さんの遺体を隠し続けていた自宅を売却したお金が当てられたんだぜ。自宅を売却して、今はどうしてるの？今は千葉県に自宅があって、そこで奥さんと一緒に暮らしているぜ。そうなんだ。それにしても、命を奪ったことに対してお金で済まされるなんてね。そうだよな。石川さんの父親は、石川さんの行方を知ることはできないまま、1982年に胃がんで亡くなっているんだぜ。母親も、裁判の流れや判決結果を知らないまま、2007年に亡くなっているんだぜ。大事な娘が行方不明になって、しかも見つからないまま。この世を去るなんて、どれだけ辛かったか想像もできないわ。6つ目、別府3億円保険金殺人事件。どんな事件だったの？まずは概要から解説するぜ。お願いします。
事件は1974年昭和49年11月17日22時頃、大分県別府市の別府国際観光港第三埠頭で起きたぜ。かれこれ半世紀近く前の事件なのね。時速 40km ほどで走ってきた日産サニーが海面に転落したんだ。11月じゃ、もう海水も冷たいわよね。当時47歳の不動産経営者を名乗る男が海面を泳いでいるところを救助されたんだ。その人は助かったのね。当時41歳だった彼の妻、12歳の長女、10歳の次女は溺死してしまった。他に3人も乗っていたのね。救助された男、荒木トラビは、搬送された病院で自分と妻が交互に運転していたが、妻の運転中に自分が助手席で目をつむっていた際に、運転していた妻のあーという大きな悲鳴が聞こえ、目を覚ました時にはすでに自分は海中にいて、割れたフロントガラスから夢中で抜け出したと説明したんだ。もうすでに怪しい感じよね。死亡した3人には、月々の掛け金が13万円、死亡時の受け取り金額が計3億1000万円と、極めて高額の保険契約が結ばれていたぜ。当時の13万円って、相当な額よね。当時、公務員の初任給が7万円台だったからな。初任給の倍近い金額ね。父と折り合いが悪くいつもドライブを断っていた15歳の長男の保険は1件のみで、荒木本人には全く保険をかけていなかったんだ。長男くんは無事だったのね。そこで、事故後すぐ保険金殺人の疑惑が浮上したぜ。これはもう疑惑しかないわよね。荒木と妻は3ヶ月前に結婚したばかりで、子供たちと荒木には直接の血縁関係はなかった。新婚ほやほやじゃないの？お子さんたちは奥さんの連れ子だったのね。荒木は体調が落ち着くと、別府市内に住む養女に着替えを持ってくるように看護婦に頼んだ。何養女もいたの？養女が着替えを病院に持って行き、これから別府署の事情聴取に行こうとした時、荒木は再び、看護婦に頼んで養女の自宅に電話をかけさせた。何を伝えたの？荒木の要件は、車のトランクの中に入っている封書に入った書類を急いで焼いてほしいというものだったんだ。は？何その書類って？その書類とは荒木の遺書だった。よくわからないわ。おそらく、事故後、自分も助からなかった場合も考えていたのかもしれないな。なるほど、荒木も命がけの犯行だったわけね。1927年昭和2年、荒木トラミは、大分県佐伯市の農家に生まれた。荒木の旧姓は山口という姓だったらしいぜ。トラミって言うから虎年かと思ったらウサギ年なのね。荒木は工業学校在学中に予科練に入隊し、自分では、特攻隊に選ばれたが、終戦で死に損なったと言っていたぜ。予科練って優秀な人しか入れなかったのよね。戦後、工業専門学校に入り、卒業すると新生中学の代表教師になったが、当時は左翼運動に関わっていたらしいな。教師だったこともあるの？1949年22歳の時、その教師をしている時に、最初の犯罪を犯す。前科があったのね。妻以外に愛人がいたが、その愛人が荒木の子を身ごもったんだけど、当時は優生保護法が成立したばかりで堕胎罪があったため、公然と妊娠中絶できなかった。22歳で結婚してて、愛人までいたのね。そこで、荒木は知人の鍼灸師に中絶を頼み、鍼灸師は愛人のお腹の子を下ろしてやったんだ。それで？すると、荒木はこの鍼灸師を医師法違反と堕胎罪を世間にばらすと脅かしたんだよ。呆れるわね。鍼灸師は驚き、呆れるとともに怒りが湧いてきて、荒木を恐喝で告訴したぜ。当たり前よね。荒木は執行猶予付きの実刑を受けたため、教師を辞める羽目になったんだ。ここで前科がついたのね。その後、妻を佐伯市に置いて、一人で別府市内で肉屋を始めたぜ。お肉屋？意外なこと始めたわね。しかし、うまくいかず、借金もかさんだため、放火による保険金詐取を思いついたんだ。飛躍しすぎでしょ。カジノ2週間前、別府市内の保険会社で合計20万円の保険をかけ、1950年1月20日、店に放火し全焼させたんだ。ここでも保険金詐欺を働いたのね。荒木は火災保険の保険金を受け取ったが、不自然な保険契約などが発覚し、保険金詐欺と放火罪で起訴された。当然そうなるわね。荒木は無罪を主張し、最高裁まで争ったが、結局8年の懲役刑となったぜ。これで前科2犯ね。しかし、サンフランシスコ講和条約の恩赦で、およそ6年で仮出所することができた。悪運強いわね。出所後、妻と離婚し不動産業を始めたが、1967年、共同経営者の妻と不倫し、そのトラブルから脅迫、傷害罪を犯し、再び宮崎刑務所に服役したぜ。今度はまた脅迫か。前科3犯ね。1972年11月、宮崎刑務所を出所後、別府市内で不動産ブローカーの仕事をしながら、
次々と女性と付き合い、保険金殺人の獲物を物色していた。何それ。外道よね。1973年6月子供が大好きなので、母子家庭の母親と結婚したいと言って、結婚相談所や町内の民生委員などを訪ね、適当な女性を紹介してくれるように頼んで回ったりしていたぜ。虎視眈々と獲物を物色していたのね。その結果、殺害した荒木珠子さんと知り合った。ついに獲物を見つけたのね。当時、珠子さんは借家に住んでいたが、同じ町内のアパートに荒木も住んでいた。彼女は生活保護を受けながら、土産物店でアルバイトをし、中学3年の長男を頭に3人の子供を育てていたんだ。苦労していたのね。ある日を境に荒木は頻繁に珠子さんの自宅に現れるようになったが、子供たちは荒木を疎んじていたぜ。危険を察していたのかもね。荒木は養育費をちらつかせ、珠子さんに免許証があるとわかると中古車を買い与えたんだ。この車が犯行に使われたサニーよね。珠子さんとしては、女で一つで子供たち3人を育てることを考えると、荒木を遠ざけることもできなかった。弱みにつけ込んだわけよね。珠子さんは荒木と交際を続け、1974年8月1日、婚姻届を出し、3人の子供とも養子縁組を結んだんだ。保険金殺害へのプロローグね。3人の子供はどうしても、荒木とラミのことを好きになれず、形だけでもお父さんと呼ぶことはなく、あれと呼び極端に遠ざけていたぜ。何かを感じていたのかもね。そのことを承知していた荒木は、あえて同居はせず、珠子さんが一人暮らしを続ける荒木のアパートに通い妻をする形態を取った。その方が荒木にとっても好都合だったんだ。どんなメリットがあったの？珠子さんと結婚する前から、交際中の女性が何人もいたからだぜ。どこまでもクズなのね。その直後から、いろんな口実を作って、妻子たちに保険をかけ始めたんだ。いよいよ最終準備段階に入ったのね。荒木が珠子さん、長女、次女にかけていたのは、住友生命、共栄生命、大同生命、第一生命、安田火災会場、千代田火災会場の6社。3人が死亡した時に支払われる予定の総額は3億1000万円にも上ったんだ。いくらなんでもかけすぎよね。受取人は荒木の養女と長女、次女たちになっていたけど、長女次女ともに死亡した場合、保険金を受け取るのは養父の荒木本人ということになる。用意周到ね。この頃、荒木は水泳の練習まで始めていたみたいだぜ。そこまで準備していたとは、呆れるわね。最後の保険契約から12日後の11月17日夜、荒木はドライブに行こうと、家族を誘った。ついに結婚なのね。次女はドライブを楽しみにしたが、長女はもともと、荒木が大嫌いであったし、友達の誕生会に誘われていたため行くのを嫌がった。それを聞いた荒木は普段の声色ではなく、本性をあらわにして怒り狂ったんだ。保険金の額が減るし、そりゃ必死になるわね。長女も母親に説得されて仕方なくドライブに出かけることになったんだ。逆らえなかったのね。ずっと反抗的だった長男は、受験勉強を理由に同行を断った。おかげで命拾いしたわよね。こうして荒木は、まんまと死のドライブに出かけたわけだな。きっと何のためらいもなかったでしょうね。3人が事故で亡くなっても、荒木は涙一つ流さなかった。11月19日、葬式が行われたが、本来ならば喪主の立場なのに、荒木は姿を見せなかったんだ。演技はしなかったのね。別府国際港での車の転落事故はただの事故ではなく、保険金が絡んだ殺人の可能性があるという噂は、当初から広まっていたんだ。前科もあるしね。事故の後、荒木は何回も別府署に呼び出されて、かなり厳しい事情聴取を受けていたが、それは事情聴取というよりも取り調べに近いものであったらしいぜ。そりゃそうよね。荒木は一連の前科の事件で、ほとんど最高裁まで争っていて九州一の悪と呼ばれていたからな。そんなに悪名高かったのね。荒木は運転していたのは妻だと主張したが、警察は荒木による保険金殺人を疑って捜査を始めていたんだ。当然よね。荒木は妻の運転による事故であるとして保険会社に保険金を請求したが、保険会社は警察の事故証明がなければ支払えないと拒否。警察は事故が作為的なものかどうか結論が出ていない、と交通事故証明書の交付を拒否したんだ。保険金が降りて、高飛びでもされたら大変だからね。その頃から、保険金殺人の疑惑があるとマスコミがセンセーショナルに報道し始めた。そういうとこは昔も今も変わらないね。11月21日、荒木は記者会見に応じたぜ。記者会見したの？現状は自分だけが助かっていることや多額の保険金がかけられているといった状況だけで、私は不利になっている。転落して海中に沈んだ時、たまたまフロントガラスが割れていたので、
そこから抜け出して助かったが、確率は半々だ。私は死んでいたかもしれない。あなた方、岸壁に飛び込んでごらんなさいとか。保険はすべてタマコが加入したいというから入れたまでのことで、私は保険は大嫌いだし、だから私は保険の受け取り人にもなっていない。多額すぎるというが、私はそうは思わない。保険会社の話では一人1億5000万円まで加入できるそうですよ。3人で3億なら一人1億ではないですか。毎月の払い込み金額もわずか11万そこそこだし、年収700万円の私には何でもないことですよ。葬式に出なかったのは、家内の親戚が私を責めるからです。私は家内や子供たちの、供養をしてやりたかったが、妻の身内から何時間にもわたって私は責められた。たまりかねて私や私の身内は葬式に出ないことにした。私はこの疑いが晴れたら供養するつもりですなどとまくし立てたんだ。盗人竹だけシートは、このことね。12月10日、別府署に設けられた捜査本部では、九州大学の教授に、亡くなった玉子さんの遺体の傷などから事故当時、運転していたのは誰かを鑑定依頼していた。運転していたのは誰だったの？鑑定の結果、遺体の右膝の皮下出血は助手席のダッシュボードの凹みと一致。つまり、玉子さんは助手席、荒木は運転席にいたことは間違いない、と断定したぜ。やっぱり、そうよね。そんな中、荒木は週刊誌やテレビの取材に対して、雄弁に自らの潔白を語っていた。イケシャーシャーと、12月11日、荒木はフジテレビの3時のあなたというワイドショーに出演したんだ。ワイドショー生放送よね？司会者の寺島純子と推理小説家の大谷陽太郎、戸川雅子らが荒木を挟む形で座り、事故当時の模様について質問、バックには亡くなった3人の大きな写真が飾られていたぜ。推理作家は荒木にとって、やばかったんじゃない？フジテレビもえぐいわね。荒木はこの番組で私は泳ぎながら車の中に家内と子供たちが閉じ込められている。なんとかしてくださいと言ったんです。そうしたら、大変だ。110番しろと、言っているのを聞いたんですと言ったんだ。よく喋る男よね。だが、実際には、岸壁に這い上がってから車内に家内と子供がいると言っているので、これは嘘だった。そこで、戸川雅子が鋭い質問をした。泳ぎながら聞こえるかしら？荒木さんが大変だ。110番しろと聞いたのは岸壁に上がってからよね。戸川にそう言われて荒木は逆上したぜ。語るに落ちたとは、このことね。本人の言うことと他人の言うことと、どっちを信じるんですか？くだらない。愚問はやめなさい。私の言うことが信じられないなら自分で水中に飛び込んで実験してみたらどうです。もうテレビには出ませんよ。そんなバカなことばかり聞くんだったら、人の話を信用しないなら、聞きなさんな。何ですか、当の本人を呼んでおいて。失礼じゃないか。私は答えない。ついに、荒木は本番中にもかかわらず、スタジオを出て行ってしまったぜ。逃亡したのね。カメラはその一部始終を捉えていて、荒木がスタジオにいたのはおよそ30分ほどだったんだ。逃げ足だけは早かったわね。荒木は出口で報道陣に囲まれたけど、興奮状態の荒木は大声で怒鳴り散らすばかりだった。控え室に入って記者会見を開いたけど、会見の冒頭で逮捕状が出たことを記者から知らされたんだ。逮捕令状が出たのね。荒木はそのことを予期していたかのように顔色一つ変えず、ここからは荒木の独壇場となって、事件の発端から捜査の方法まで、時には記者の質問を制してまで理路整然と話し続けたんだ。なんなの？この人。会見後、フジテレビの裏門で荒木を待っていたのは警視庁捜査一課の刑事だった。午後5時50分、荒木はついに逮捕された。とうとう御用になったのね。荒木は警察の車に乗り込む段になっても、殺到するカメラマンを制し、笑顔を見せる余裕の表情を浮かべたんだ。なんたるふてぶてしさ。車に乗った後も、相変わらずの笑顔で、見送りのテレビ局員に手を振るという前代未聞の逮捕劇となったぜ。まさに大胆不敵。ドラマのような展開ね。荒木の逮捕状を取った大分県警は、荒木を黒とする決定的な物的証拠をまだ掴んでいなかったんだ。そうなのね。テレビ出演は事前に把握し、番組中の発言は全て録画していて、荒木を泳がせ追及の材料を少しでも集めようとの狙いからだった。だが、警視庁は殺人容疑者のテレビ出演を放棄した大分県警の姿勢を社会常識上、不適切だとして厳しく叱責、大分県警は慌てて、急遽、逮捕に踏み切ったというわけだぜ。そういう経緯があったのね。検察はその後の捜査で、荒木の犯行を思わせる証拠を次々と明らかにしていったんだ。何が見つかったの？荒木の乗っていたサニーの車体に設置された5つの水抜き穴のゴム栓がいずれも抜かれていた。それを抜くとどうなるの？水抜き穴は車内に溜まったゴミを吐き出すために車体の底につけられたものであって、これを抜くと水が入りやすくなるぜ。なるほどね。
事故のあった夜、目撃者の証言によると、サニーは転落してから5秒くらいで海中に沈んでいったというんだ。あっという間に沈んだのね。もう一つの有力な証拠は、運転席の前にあるルームミラーが固定式から着脱式のものに、荒木が取り替えていたんだ。わざわざ付け替えたのね。転落の衝撃でルームミラーが外されれば、脱出の際の障害にもならないというわけだぜ。そこまで考え抜いていたのね。さらに、捜査本部では横浜と別府の両港でサニーの中古車を使って転落実験を行った結果、転落の衝撃でフロントガラスが割れることがわかったんだ。そこまで実験したのね。しかし捜査本部では、海中からの脱出方法はハンマーを使用したものと見ていたんだ。それはサニーのダッシュボードにハンマーがあったからなんだ。ハンマーまで用意していたのね。1975年1月2日、科学的なデータの裏付けも得られた検察当局は、荒木を罪状否認のまま、殺人罪で起訴したぜ。お正月も返上した執念の起訴だったのね。3月17日、大分地裁で第1回公判が開かれ、検察の起訴状朗読に続き、冒頭陳述では、事故が起きる1ヶ月前に、荒木が愛人を乗せて現場の下見をしていたことや、刑務所仲間に犯罪計画を漏らしていたことが述べられたんだ。荒木の反応はどうだったの？罪状認否に立った荒木は検察官を睨みつけたまま、妻子3人をドライブに連れ出して殺したというのは、言いがかりも甚だしくゲスの勘繰りだ、と言い放ったんだ。やけに強気ね。第2回公判で、荒木は法廷で検察官に自分が死ぬかもしれん危険を冒してまで、車ごと海に飛び込む奴がおると思うかね。な、あんた、そう思わんか。わしと一緒にもう一度、飛び込もう。そしたらそれがわかるよと言ったが、検察官は冷ややかな笑いを浮かべるだけだったぜ。ほんとよく喋るわね。荒木が運転していたとする九州大学の教授の鑑定結果に対し、弁護団は論理的に矛盾があるとして、鋭い尋問を証言台に立った教授に浴びせ、その度に教授はうろたえてしまったんだ。なかなか有能な弁護団だったのね。第12回、第13回、第14回後半で、明らかになったのは鑑定の科学的合理性よりも、むしろその曖昧さが際立ってしまったんだ。なんか検察側が不利になってきたわね。1976年9月13日、第15回公判が開かれ、荒木逮捕時に警察も弁護側も予想しなかった証人が現れたぜ。誰が証言に立ったの？証言台に立ったのは別府市内で鮮魚商を営む森崎氏だった。森崎氏は事件当夜、荒木が運転する日産サニーが別府国際港第3埠頭に入る手前の、国道210号線で信号待ちしているのを見たと言ったんだ。起死回生のホームランね。弁護側の反対尋問もものともせず、森崎氏はちょうど、友人が事故車と同じサニーに乗っていた。サニーのデラックスは2ドアで遭難台もない車だから間違うことはない。その時、友人の車かと思って、声でもかけようと、信号待ちしているサニーの横に並んで、運転席の方を見たら、黒っぽい背広を着た大柄の男がハンドルを握っていた。ちょうど、第三埠頭の手前の信号のところだったと思いますと答えたぜ。うんうん、それで？荒木と森崎氏の激しいやり取りの後、荒木は森崎氏にあんたの見た顔というのはこの顔か。被告席から立ち上がり、この顔かこの顔かといかつい顔で、森崎氏に迫ったんだ。すごい傲慢な態度よね。森崎氏も負けじと。そうだ。あの夜、サニーを運転していたのは荒木さん、あんたに間違いない、と叫んだ。森崎さんナイス。でたらめ言うなぎ商罪で訴えてやるそう言って、荒木は森崎氏の胸ぐらを掴んだんだ。どの口が言っているのよ。森崎証言の他に、もう一つ荒木にとって不利な証言があったんだ。まだ誰かいたの？以前宮崎刑務所で荒木と二度も一緒になったことのある S が、荒木のアパートを訪ねた時、荒木が保険金詐欺をやると言っていたことを証言したんだぜ。これも特大ホームランね。S がそのことを証言すると、荒木は目の色を変えて、裁判長、こんな懲役太郎の言うことをまさか信用するんじゃないでしょうねと言ったが、S も言葉を返し、俺が懲役太郎ならお前は懲役次郎だろうが、なんだと、二人の怒声が法廷内に響き渡った。往生際が悪いわね。そんな荒木だけど、一度だけ法廷内で涙を見せたことがあったんだ。意外ね。荒木のドライブを断って命拾いした長男が証言に立った時、荒木は、むせび泣きをしたんだ。嘘泣きだわね。こんなに大きくなってと荒木はすすり泣いたが、長男は検事の尋問にきっぱりと言った。あの男を死刑にしてほしい。そして、法廷から去る時も、長男は荒木に向かってお前がやったんだと叫んだぜ。長男くんよく言った。1980年3月28日、大分地裁は荒木とラミに対し死刑判決を言い渡し、本件犯行は稀に見る計画的、残忍なものであり、全く情状酌量の余地がない、
極刑が相当であり、死刑に処する。1時間余りの判決朗読が終わると、荒木は起立して口頭で控訴することを申し上げますと断言した。本当にどこまで往生際が悪いのよ。判決は数々の矛盾があった鑑定を荒木が運転していた根拠として採用しているが、そうしたのは、森崎氏や刑務所仲間の S の証言に加えて、法廷での荒木の、あまりの傍若無人な振る舞いが結果的に裁判官の心象を悪くしたためのようだな。荒木は自分で自分の首を絞めてしまったのね。1984年9月、福岡高裁で控訴棄却。荒木は上告したが、癌を患い、1987年10月、東京都八王子市の医療刑務所に移管され、手術を受けたんだ。手術は成功したの？手術から1年3ヶ月後の1989年平成元年1月13日、癌性腹膜炎で死亡した。61歳だった。結局、事件から15年、平成まで生き延びたのね。最高裁は、被告人死亡につき控訴棄却とした。壮絶な事件だったわね。7つ目、勝田清隆事件。まずは一連の事件の犯人である勝田が逮捕された事件から説明していくことにするぜ。1983年1月31日、この日の名古屋の街は冬晴れの良い天気の日だったそうだ。最高気温こそ10度足らずだったそうだが、月末の月曜日とあって第一勧銀ご起訴支店は客で賑わっていたらしい。そうでしょうね。出し入れする金額も大きいでしょうし。犯人の勝田は、人目につきにくい場所に駐車場がある銀行としてご起訴支店に目をつけ、預金を引き出した銀行の客が駐車場で、自分の車に乗るのを待ち伏せて拳銃を突きつけた上でその自動車に押し入り、約13キロほど離れた名古屋市西区中尾台付近まで、被害者に運転させて金品を強奪し、被害者をトランク内に閉じ込め、その隙にあらかじめ中尾台あたりに止めておいた。自分のクラウンで逃走する計画を立てていたんだ。周到な計画ね。だけど中尾台から支店までの足はどうしたのかしら？まず一宮市内で物色した後、適当な車が見つけられなかった勝田は犯行当日の朝9時頃に、鍵をつけたまま中尾台付近に路上駐車してあった軽自動車を見つけ、手袋とサングラスで変装してこれを盗み、その車で第一勧銀ご起訴支店に乗りつけていたんだぜ。はぁ、言い方は悪いけど、犯罪を犯す気満々って感じよねー。そうして芋の待ちをしていた勝田の前に現れたのが、とある会社の A 社長だったんだ。勝田はその服装や乗ってきた車から、多額の預金を引き出しに来た工場の経理担当者と判断し、A 社長が払い戻しを受けた100万余りの現金を手に車に戻ったところ、その助手席に乗り込み、A 社長の脇腹に拳銃を突きつけこの拳銃は、名古屋の警官から奪った拳銃だ。お前も名古屋の事件は知っているだろう。と脅して車を出させようとしたが、A 社長は隙を見て拳銃をわしつかみにして銃口をそらすと、大声で強盗だと叫び、その声を聞いて、駆けつけた銀行員たちと共に勝田を押さえつけて、急を聞いて駆けつけた愛知県警の警察官に現行犯逮捕されたんだ。A 社長度胸があるわねえ、行員さんともども怪我はなかったのかしら？格闘中に勝田は2発撃ったんだが、いずれも幸いにして命中せず、A 社長が勝田に手を噛みつかれた程度で済んだらしい。それにしても、勝田はどこから拳銃を調達していたわけ？それに脅し文句の名古屋の事件って何？実は、勝田はかなり前から土地勘のある名古屋で、警察官を襲って拳銃を奪うことを計画してたんだ。そのために周囲に民家が少なく、夜間には人通りがなくなる寂しい場所にある、畜作の田代北派出所に目をつけたんだ。なんというか、犯罪における計画性の高さとしてはすごいものがあるわね。いやいや、勝田の本領が発揮されるのはまだまだこれからなんだぜ。勝田は田代北派出所付近の地理を塔に叩き込むため、何度も周辺を自分のクラウンで走行しただけでなく、逃走をより安全確実にするために、名神高速道路小牧インターチェンジから派出所までを実地に走行して、その所要時間を計測したりしていたんだ。その情熱をまともなことに使えばいいものを。そして銀行に押し入る前年の1982年10月27日午前0時頃に、名古屋市中区新営付近で大学生のセリカを見つけて、勝田が以前所有していたセリカの鍵でロックを解錠すると、エンジン音で盗難が発覚するのを恐れて、駐車場の出口までセリカを押して移動させて、まんまとセリカを盗み出すことに成功したんだ。ちょっと待って、今何気にスルーしたけど、他の車の鍵でロックが解錠されちゃうことってあるの？ああ、当時の鍵は外交の鍵が主流で、しかも生産台数も今とは比較にならなかったからな。ぴったり同じだったかどうかは定かではないが、ある程度似ていればどうにかなったんじゃないか？なるほど。
そしてその盗み出したセリカを田代北派出所近くに駐車すると、こちらも兼ねてから用意しておいた、長さ60センチほどの鉄棒をセリカの車中に残して、一旦帰宅して当日の午後7時頃にはアリバイ工作のため、馴染みの女性を居酒屋に送迎するなどした後に、変装をして派出所近くに出かけると、午後9時過ぎに偽電話で呼び出した巡査をセリカでわざと跳ねた後に、U ターンして巡査の元に戻り、うめき声を上げていた巡査に対して、通行人を装い解放するふりをしながらセリカに積んでいた鉄棒で殴打。万が一目撃されてもすぐには怪しまれないようにするなんて、どこまでもずる賢い男ね。巡査の抵抗が弱ったところで、携帯していた拳銃を奪って逃走したんだ。巡査の怪我はどうだったの？車で跳ね飛ばされた上に鉄棒で滅多打ちにされたため、頭部挫創及び左眼下部骨折で全治4ヶ月以上の重傷だったんだぜ。つまりこれが勝田が脅し文句で言っていた名古屋の事件なわけね。こうして拳銃を手に入れた勝田がこれ以降に起こした5件の事件が、警察庁広域重要指定113号事件なんだ。広域重要指定事件って、同一犯の犯行と思われる事件が複数の都道府県で起きた場合に、複数の都道府県警察組織に捜査協力を求めるため、警察庁が決定する制度よね。ああ、勝田の113号以外だと、例えば宮崎努は117号、長山基準の長山則夫は108号なんだぜ。本筋に戻ると、念願の拳銃を手にした。勝田はまずスーパーマーケットで金品を奪うことを計画。そこで1982年10月30日の夜10時頃に、静岡県浜松市中区にあったスーパーの駐車場にクラウンを止め、変装をすると周辺の道路状況を確認し、スーパーの閉店時間が午前2時なことを確かめると、翌10月31日の午前2時過ぎに、ヘルメットとサングラス、タオルで顔を隠して、店内の休憩室にいた店員3名に拳銃を突きつけて、この拳銃は名古屋で強奪した拳銃だ。金を出せ、と脅したものの、店員たちの抵抗に遭い、金を奪えずに逃走しているのが1件目なんだぜ。しかし、毎回毎回自分から名古屋で強奪した拳銃とか名乗ってるのって、何のためなのかしら？そういえば、相手がおじけづいて言うことを聞くと思ってるんだろうけどな。それにいくら隣接しているとはいえ、名古屋の次は浜松って犯行範囲が広いわね。実は勝田の自宅は京都市内にあったんだが、消防士になる前に奈良県の運送会社でトラック運転手をやっていた時期があるんだ。その当時の勝田にとって奈良から三重県、名古屋までのルートは、日常的にトラックを運転していたルートで土地勘があったらしい。さらにこの浜松の事件を起こした当時の名古屋は拳銃強奪事件の直後で、どこも警戒が強化されていたそうだ。なるほどね。だから自宅に近い京都や奈良は避けて浜松で事件を起こしていたわけね。そういうことらしい。そしてスーパー襲撃に失敗した直後の勝田が次の現場に選んだのは滋賀県だったんだ。直後にもう次の事件を？ああ、スーパーから逃げた勝田は、1982年10月31日の早朝に京都の自宅に帰り午後6時頃まで寝た後、一旦は名古屋市内の深夜営業のスーパーに狙いを定めて、自宅からクラウンを運転して出発したものの、クラウンでは足がついた時にまずい、と思い直し、ヒッチハイクで名古屋に行くことを思いつくんだ。つくづく計画性があるんだか、行き当たりばったりなんだかわかんない男ね。勝田は名神高速の大津サービスエリアでクラウンを止めると、変装をして千葉県へ向かおうとしていた車に、同乗させてもらうことに成功したものの、途中でズボンから拳銃が落ちて被害者に気づかれてしまうと、高速道路では逃走が難しくなると判断し、瀬田西インターチェンジから名神高速道路を降りて、国道1号を名古屋に向けて走行させる途中、被害者の抵抗にあったため、縛り上げた後に、被害者が必死で胸の前で抱えていたクッションを、拳銃で払いのけながら撃ったんだ。ひどい。抵抗されるのなんて当たり前なのに、それに激高するなんて。その後、勝田は瀕死状態の被害者から現金4万円余りを盗むと、被害者を乗せたまま名神高速の養老サービスエリアまで行き、証拠隠滅を図って車のドアなどを拭いていたところを、サービスエリアのガソリンスタンド店員に見られたと判断。日付が変わった1982年11月1日午前2時過ぎに店員に対して、名古屋の拳銃強盗事件を知っているやろう。この拳銃は名古屋の事件の拳銃や、売上金を出せと脅したものの、後ずさりしながら逃げられそうになったため、左胸めがけて一発拳銃で撃ったんだ。怪我は？それが弾丸が、たまたま店員の胸ポケットに入っていたライターに当たって、急所を逸れたため致命傷にはならなくて済んだんだ。不謹慎な言い方だけど、まるでドラマか映画みたいな話ね。しかし最も驚くべきは浜松のスーパー強盗未遂から、ヒッチハイク事件、さらに養老サービスエリアのガソリンスタンド店員を襲うまでが、
1982年10月31日から11月1日までの丸2日間の出来事という点だろうな。そしてこれら一連の事件で手にできた金がわずか4万余りだったことに苛立った勝田は、1982年11月28日午後9時過ぎに、以前に強盗致傷事件を起こした京都市山科区にあった、スーパーエポック山科北店に手袋に変装用のジャンパー、ズボン、覆面用のタイツとフルフェイス型ヘルメットをかぶり侵入。入り口ドアを中からロックして、事務室で売り上げの計算をしていた店長に、拳銃を突きつけて150万余りを奪って逃走したんだ。そして逮捕のきっかけとなった、1983年1月31日の第一勧業銀行強盗致傷事件を起こしたわけね。そもそも、犯人の勝田清隆ってどういう生い立ちの男なの？勝田清隆は1948年8月29日に、現在の京都府木津川市で農家の長男として生まれているんだ。実家は比較的裕福で、長男として育った勝田はわがまま放題に育ち、高校に進学する頃には、ひったくりや盗みなどを繰り返し、大阪府阪南市の泉少年院に収容されているんだ。地元じゃ名前の知れたわるってところね。少年院を出た後は職を転々とし、恋人ができたものの、少年院帰りを理由に結婚に反対されたために駆け落ちをして、その後は奈良県で運送会社に勤務してトラック運転手をしていたんだ。その頃に名古屋を中心とした東海エリアに土地勘ができたのね。ああ、その後23歳になった頃に、地元の京都府木津川市や総楽郡笠置町、和塚町、南山城村などが管轄の、相良中部消防組合の採用試験に合格して、晴れて消防署員となったんだ。え、ちょっと待って。地元なんでしょ？だったら当然少年院行きのことも知られてるのに？勝田が消防署員になったのは1971年のことだが、有名な制服警官女子大生殺人事件の犯人の松山も、高校時代にはバイクの無免許運転や事故を起こしたり、盗みを繰り返したりしていたものの、卒業後の1976年には警視庁の採用試験をパスして、警官になっていたからな。今よりそうした身辺調査が緩かった、としか言いようがないわね。勝田の消防署員としての勤務ぶりは良かったそうなんだが、本人が後に述べたところによると、周囲の目は冷たく、何かにつけて、どんな不正をして消防署員になれたのかと陰口を叩かれることに辟易していたらしい。そんな矢先、妻の姉夫婦を訪ねた先の大阪で、交通トラブルの揉め事をきっかけに傷害事件を起こしてしまったんだ。それじゃ懲戒解雇に？いや、3日間勾留されたものの、最終的には不起訴処分となったらしい。しかしそんな勝田に対して、今度は京都府警の刑事が職場に訪ねてきたんだ。え、今度はどんなことで？現在は木津川市の一部となっている、加茂町というところで、第一勧銀の女子行員が20歳の成人式直前に、性的暴行を受けた上で殺されるという事件が起き、その犯人が勝田ではないかと疑われたらしいんだ。それでどうなったの？アリバイを証言してくれる友人がいたため、その件については疑いが晴れたらしいが、周囲に対してますます肩身が狭くなった勝田は、それから逃げるように酒に溺れるようになったらしい。そうこうするうちに、だんだん飲み屋での付けがかさむようになり、さらに家も手伝って車も次々に買い替えて借金も増える一方、さらに消防署員になる以前からのアマチュア無線の趣味もあり、自宅には高さ16メートル近くもあるアンテナタワーを建てたりもしていたらしいから、いくら金があっても追いつかない状態だったようだな。皆の目が冷たいから、と言い訳して単に自堕落な暮らしをしているだけに思えるわね。結局、解決策として勝田が選択したのは、高校時代にしたのと同じ窃盗だったんだ。1972年9月13日、勝田は京都市山科区にあるアパートに、空き巣目的で忍び込む、そしてハンドバッグを盗もうとした時に、寝ていた住人の女性に気づかれてしまう。そして殺さない代わりに自分の体を好きにしていいと言われ、女性を強姦すると、ハンドバッグの中にあった1000円を盗んだんだ。さらに早く出ていかなければ警察に言うと被害女性に言われて逆上し、絞殺してしまうんだ。たった1000円のために、強姦してさらに命まで奪ったの？死人に口なしだからな。女性が脅すようなことを言ったという、勝田の証言を鵜呑みにすることはできない気がするぜ。しかもこの時、勝田の妻は第二子の妊娠中だったからな。絶対に警察に捕まりたくない勝田にすれば、最初から見つかったら殺すくらいの気持ちでいたとしても、不思議ではないと思うがな。それもそうね。しかし、この強盗強姦事件は当初被害額も少なかったことで、京都府警は地上のもつれの犯行と見立てたため、勝田の身辺に捜査の手が及ぶことはなかったんだ。それでその後の勝田はどうなったの？
本人が式で述べたところによれば、両親の呵責に耐えかねてますます酒に溺れ、そのうち女を作るようにもなり、ますます借金の泥沼にはまり、妻子を顧みることもしなかったため、家庭もすっかりめちゃくちゃになったそうだ。いや、それ、自分でめちゃくちゃにしたんでしょうが、どの口が受け身みたいなこと言ってんのよ。まあ、勝田という男の残した式を見ると、何に対しても反省している風に見えてでもでもだってと続く感じなんだよな。極端に言えば多席主義としか見えない側面が多いとしか言いようがないぜ。それでこのクズ男は、家庭の危機にどうしたのよ？雪だるま式に増える一方の借金の返済に困り、支払い金の調達のために盗みを重ね、見つかれば殺すというループに陥っていったとしか言いようがないな。毒図としか言いようがないわね。山品の事件から3年後の1975年7月6日、今度は大阪の吹田市でクラブママの女性からハンドバッグをひったくろうとし、抵抗されたことで、ロープで絞め殺した後、彼女のフェアレディ Z に遺体を乗せて、名神高速道路沿いの農業用水地に運んで遺棄するとともに車に放火して、指紋や証拠隠滅を図ったんだ。しかし今回も勝田の身辺には捜査の手は及ばず、それを新聞報道などで確かめた勝田は、自分の生活圏ではないものの、土地勘がそれなりにある東海エリア、中でも都会である名古屋での犯行に踏み切るんだ。罪に怯えて足を洗うという方向に行かないところが、クズっぷりを示しているというかなんというか。そして大阪の事件の翌年の1976年3月4日、名古屋市内をひったくり相手を探して車で流していた時に、毛皮のコートを着て、カマロを運転している女性を見つけて、クラブのままで売り上げを持っているだろうと、後をつけ、駐車場にカマロを止めてアパートの階段を女性が登り出した時に、カバンに手を伸ばしたものの、抵抗に遭い、正面から顔を見られたことで、以前の犯行の発覚を恐れて、女性を絞殺、カマロに女性の遺体を乗せて郊外に遺棄したんだが、その際本人曰く、女性が帰還か恨みのある人によって殺されたと警察に思われるために、被害者の遺体に死者の尊厳を踏みにじるような悪どい仕打ちをしたんだ。きー。どこまでも自己愛の強い男ねー。さらに言えば、結局この被害者からは現金約12万円ほどを強奪しているんだぜ。次に勝田が事件を起こしたのは1977年6月30日。この頃の勝田の愛車はクーガーだったんだ。金がない、金がないって言いながら、今度は外車なわけ？全く呆れて言葉もないわ。そのクーガーで次のターゲットを探していた。勝田は栄や今池などを物色したものの、思うような相手に出会わず、高速道路代を節約しようと名四国道に向けて車を走らせていた途中、ふと思い立って南区笠寺周辺で、適当なマンションを探し、郵便受けに姓だけが書かれていた部屋を見つけ、その部屋から女性が犬を連れて出かけるのを見かけると、その隙に侵入し部屋を物色したらしい。ちょっと脱線するけど、姓だけ書かれた郵便受けに狙いを定めるってどういうこと？勝田に言わせると男性名の郵便受けは夫婦の場合が多く、女性名は中年の女性が多く、夜間の在宅率が高く空き巣に向かない、姓だけの場合は若い女性が多く、夜間にいないことが多いということらしい。これぞまさしく盗人にも三分の理ってやつかしら。気をつけなくちゃ。話を戻すと、勝田が現金4万円入りの茶封筒を見つけた時に、予想外に早く住人女性が帰宅、しかも思いつきで盗みに入った勝田は何の変装もしておらず、明るい室内灯の下で顔を見られてしまったんだ。そこで焦った勝田は彼女を絞殺、連れていた犬は逃げるに任せたらしい。まだ勝田の犯行は続くのよね。次の犯行は1977年8月12日。この日も盗みが目的で名古屋まで遠征してきていたらしい。何しろこの頃の勝田は非番の日といえば、酒を飲みに出かけると、空き巣やひったくりをする、という具合だったらしい。単に腐り切ったクズってことでしょ？前の事件からだって40日そこそこじゃないの。当日は名阪国道から名四国道の名古屋北頭インターを通り、その近くの食堂で腹ごしらえをして、食堂の前にあったマンションに後日の下見に入ったそうなんだが、変装して鍵のかかっていない部屋を物色していた時に、住人の女性に何をしているのかと咎められて逆上したそうなんだ。そりゃいつもの勝田の変装だったら、ゴルフ帽子とジャンパーとサングラスとか手袋でしょ？そんな格好の男と夜中に廊下で出くわしたらびっくりするわよ。勝田は自室のドアから顔を覗かせていた被害者の肩を掴んで室内に押し戻すと、衣服を剥いでパンストで縛ろうとしたものの、抵抗中にサングラスを取られて顔を見られたことで、殺害を決意し、消防ロープの結束法の一つである8の字結びで絞殺して、時価45万円相当のダイヤの指輪を、被害者の指から抜き取ってから逃走しているんだぜ。この被害者のマンションって、逮捕された第一関銀ご起訴支店からも近いわよね？ああ、直線にしてわずか400メートルほどしか離れていないんだぜ。
さらに次に勝田が起こした事件は、1977年12月13日に現在の神戸市中央区脇浜町で現金輸送途中だった、兵庫労働金庫の男性行員を散弾銃で射殺し、現金410万円を奪うというものだったんだ。名古屋や京都じゃなく神戸で、しかも凶器は散弾銃？これまた勝田本人の弁によると、ナイフなどで脅しても反撃されると仕方なく殺してしまう。その点、散弾銃で脅せば抵抗せず金品だけ奪えて殺さないで済む、と考えたらしい。ナーニーが殺さずに済むだ。馬鹿げた理論を繰り広げてんだっつーの。ところが勝田はその考えを実行に移すべく、消防署の同僚と一緒に狩猟免許を取得、奈良市内の銃砲店前に駐車していた車のトランクから、散弾銃を盗み出すと、自ら金の小切りや電気ドリルを使用して、銃身を一部切断して改造して、持ち運びに便利なようにすると、1977年12月8日に新幹線で名古屋へ行き、翌12月9日の早朝に中川区柳川町でキーをつけたまま、駐車中の青果店の普通貨物自動車を盗み、その車で12月13日、神戸市に赴くと、服装や所持品、車種等から銀行員が運転していると目星をつけた車を追尾、集金先のビルの廊下を黒カバンを下げて、歩いていた銀行員の男性に散弾銃を突きつけて金を出せと脅したものの、被害者が思いがけなく、カバンを振り回すなどの抵抗をしたために仕方なく射殺したそうだ。よくもまあ、そんなことを抜け抜けと、事件から半月後に、被害者の子供が生まれたという新聞記事を見た時は号泣したとも言ってるぞ。頭の血管が怒りでブチ切れそうよ。そして号泣したはずの勝田は、神戸の事件から2ヶ月後の1980年2月15日に名古屋市瑞穂区で、原付バイクで走行中の、瀬戸信用金庫瑞穂通り支店職員を見つけて追尾し、人気のない駐車場で散弾銃を突きつけて、カバンを強奪したものの、中身は勝田の意に反して現金ではなく小切手と収入印紙だけだったらしい。相変わらず計画性はあるものの、肝心なところは場当たり的なわけね。さらに1980年7月30日には名古屋市名東区校舎にあった、松坂屋ストアの駐車場で帰宅しようとする店長に、散弾銃を突きつけて、店の中の金庫を開けて、売上金を出すように要求。店内に引き返させて金庫内にあった現金576万円を奪い、店長を連れて逃走すると、途中で店長を縛って逃走用の車に乗り換えようとしたところ、店長の抵抗に遭い射殺したんだ。一体何人殺したら気が済むのよ。しかしこの松坂屋ストアの事件から、約3ヶ月余り後の1980年11月8日に、大阪の北新地で勝田は逮捕されたんだ。え、どうして？車上狙いをしていて捕まったんだ。そして逮捕3日後の1980年11月11日付で懲戒免職になったことを知った勝田は、懲戒免職となる前に辞表を提出すれば依願退職となり、退職金まで支給されるが、7名もの尊い人命を奪っていながら、警察署で告白しなかった罪の意識から自粛したそうだぜ。どうの小口が自粛だとほざきやがったんだ。霊夢、気持ちはわかるが、落ち着け、な。そして勝田は懲役10ヶ月執行猶予3年の判決を受けると高給を求めて職を転々とするんだ。やがて子供たちのためにも真面目に、などと言っていた殊勝な気持ちは消えてしまい、また酒に走り、大金を使って人にいい顔をしておごり、金が回らなくなってまたもや盗みに手を染めたんだ。下の根も乾かぬうちにとはよく言ったものよねー。さらにこの頃の勝田は京都市南区にある中古住宅販売会社に勤め、主に山科区内の物件を扱っていたんだが、見栄を張ってクラウンを乗り回し、さらに自動車電話まで取り付けていたそうだ。自動車電話ってむちゃくちゃ経費高かったわよね。勝田の場合は自動車電話の基本料金が3万円。他にクラウンのローンやガソリンで経費が月に20万以上必要だったそうだ。そんな高い経費、トップ営業マンじゃなきゃ払えないわよ。当然勝田も資金に行き詰まり、さらにこの頃には愛人と暮らして妻子と別居していた勝田は、二重の生活資金が必要となっていたんだ。それで目をつけた山科区内のスーパーエポック山科北店の売り上げを強奪しようと計画。あらかじめ滋賀県大津市内で盗み出しておいた車で、売上金を運ぶ店員を跳ねて金を強奪する計画を立て、1982年8月18日にスーパーエポック山科北店員を故意に跳ねて、怪我を負わせたもののバッグを奪う前に、救護に駆けつけてきた近所の人たちの手前、逃走せざるを得ず、金は奪えずじまいだったんだ。というか、このスーパーエポック山科北店って、警察官から拳銃を奪った後にも、強盗に入ってるわよね？ああ、1982年11月28日だから、この強盗致傷事件から約3ヶ月後だな。どんだけ執念深いんだか、バカなんだか。結局この失敗の後、勝田が思いついたのが、拳銃なら必ずうまくいくだったわけだ。はあ、どういう理屈よ？
長い猟銃に比べて拳銃なら銃身を掴まれて抵抗されることもないし、命を奪わずに済むし、しかも持ち歩くにも便利なんだそうな。人間のクズとしか言いようがないわ。ここで時計を銀行での強盗に失敗して逮捕された時点に戻そう。警察は当初、勝田が持っていた拳銃のことから、警察庁広域重要指定113号事件の犯人とは思っていたが、それ以前に犯した犯罪と勝田を結びつけてはいなかったらしいんだ。それがどうしてバレたの？勝田に言わせると勾留された昭和警察署の刑事は、それまでに早退したことのある大阪や京都の刑事と違い、逮捕時に怪我をした勝田を病院に連れて行ってくれたり、怪我をした身では、底冷えのする留置場は辛かろうと、暖房の効いた県警本部の留置場へと移送してくれたりしたらしく、この人に懺悔してしまいたいと思ったそうだ。それで素直に自供したというわけ？事実を知った家族がショックで自殺しないかと恐れたらしいが、僕はまだ他にも人を殺していますと打ち明けたそうだ。大騒ぎだったでしょうね。最初は兵庫老金事件と松坂屋ストア事件しか話せず、女性たちの事件について自供したのはさらに1日後だったそうだ。そうして全ての捜査が終結したのは1984年4月26日と、逮捕から1年以上経ってからだったんだ。そして強盗殺人7件、殺人1件、強盗殺人未遂1件、強盗致傷3件など、計27件について起訴されたんだ。27件。しかも犠牲者は8人よね。一審で勝田被告は起訴事実をほぼ認め、弁護側は少年院出身者として白眼視され、異性問題で夫婦不仲となり、自暴自棄に陥って飲酒に走り、初めて人を殺した1972年9月の事件以来ノイローゼ状態であったから、心神耗弱の状態にあったと主張、さらに113号事件以外の犯行については自首に当たるとも主張したが、刑法上の自首に該当するとしても約10年間にわたる犯罪で犯行の重大性により、生命をもって責任を償うほかないとされ、極刑を選択するのが相当とし、1986年3月24日113号以前の事件に対して死刑、さらに113号事件に対しても死刑、という判決が下されたんだ。正直、至極当然な判決としか思えないわね。一審判決から4日後の1986年3月28日、勝田と弁護人は控訴したものの、1988年2月19日名古屋高裁で控訴は棄却されたんだ。それは無理のないことだと思うけど、しかし勝田は量刑不当他を理由に上告。しかし1994年1月17日最高裁第一小法廷は上告を棄却したんだ。この最高裁での判決文では勝田のことを、被告人は執行猶予付きの懲役刑の判決を受けた後も、何ら反省会をすることなく、物欲の赴くまま、その執行猶予期間中に再び犯行に及び、人命に対する尊重の念を全く伺うことができない、と断罪しているんだぜ。当然でしょうね。一方、勝田は1994年1月26日、最高裁の判決に対して訂正申し立てを行ったものの、1994年2月3日付で棄却。1994年2月5日に勝田にその棄却決定書が届いたことをもって、死刑が確定しているんだ。その後、カトリック信者の支援者の女性の母親と縁組した勝田は姓が藤原となり、名古屋拘置所内で写経をしたり、目の不自由な人のための点訳を続けていたものの、晩年は腰痛のためにほぼ寝たきりのような状態になっていたらしい。そして2000年11月30日、前妻家族3人殺人事件の犯人 M と共に死刑が執行されたんだ。去年52歳、日本における20世紀最後に死刑が執行された一人となったんだ。ところで勝田清隆の事件を語る際に、22人という数字がよく出てくるんだ。勝田は本当は22人殺害しているが、立証されたのはそのうちの8人に過ぎない、という説ね。中には22人殺害を自供と断言している本などもあるみたいだな。これって本当のことなの？まずこの22人という数字が出てくるようになった根拠は、復讐するは我にありなどで知られる崎雄三氏が、その著作の一冊である殺人百科4の中で22の事件を列挙し、犠牲者は一体何人というのか、太字の8件が最終的に起訴されたとして、22件中の8件を太字表記していることに発していると言われている。ということは、自供したという事実はないの？愛知県警も勝田の関係者も共に否定しているらしい。その他に1983年に発表された大下英二氏の勝田清隆の霊血でも、加茂町の銀行員殺人事件も勝田の犯行と断定的に書いたり、他にも起訴されてもいない事件をいくつか勝田の犯行と書いているなどの信憑性に、疑問符のつく記述が散見されるらしい。もっとも大下氏の著作に関しては、
勝田サイドから猛抗議を受けた結果、大幅に修正し復刊されたそうだが、つまり都市伝説の域は出ないとしか言いようがないわけね。しかし勝田が殺害したのは確かに8人だとしても、それ以外に影の被害者と言うべき人たちが存在するんだ。例えばどんな人たちが？最初に勝田が殺した山品の女性の場合、犯行理由が地上のもつれと見られたと言ったろ？その結果、被害女性と親しくしていた、無関係の男性たちが長く京都府警から疑いをかけられることとなったんだ。言ってみれば冤罪よね。しかも疑い、のレベルだと正面切って抗議できない分たちが悪いとも言えるわ。同様に吹田の事件でも同性相手が疑われたし、名古屋でカマロに乗っていた女性が殺された時は、被害者と当日に同伴した男性が疑われ、使用についていたものの配慮せざるを得ないところまで追い詰められたらしい。勝田が逮捕されたことで汚名が注げたとしても、失ったものが全て元通りになるわけではないしね。他の犠牲者の周辺でも疑われた人たちの家庭が壊れたり、別件逮捕されたりしたというケースがあったそうだ。なるほどねー。それに加害者家族となった勝田の両親や妻子も犠牲者と言えるだろうな。勝田は1977年6月30日の事件からわずか6日後、大阪の朝日放送で収録された夫婦でドンピシャという、視聴者参加形式のクイズバラエティに夫婦で参加しているんだ。殺人事件を起こした後にクイズバラエティ番組に？ああ。この番組は4組の夫婦が参加して、それぞれに夫婦にまつわるクイズを出題。夫婦の答えが一致していれば得点となるというスタイルの番組だったんだが、勝田夫婦は見事に優勝して賞金と副賞を持ち帰っているんだ。知らずに参加していた奥さんの後の心境を考えるとね、勝田の逮捕後は離婚したそうだが、子供ともども苦労したと想像するに難くないな。勝田の両親はといえば、甘いと言われる面もあるだろうが、少年院入りを免れるために、弁護士をつけたり、被害者に弁済金を支払うために、先祖代々の田畑を、足元を見られながら相手のいいねで売ったり、半年間の収容期間には片道2時間以上もかけて、30分の面接のためにしばしば通ったらしい。親の情愛がよくわかるわねー。その後も借金を作れば何度も肩代わりし、仕事を斡旋しては勝手に辞められて顔を潰され、最後には連続殺人犯の身内として、世間から後ろ指を刺されることになったんですもんね。最後には不祖伝来の土地を捨て、異教でひっそり暮らすという選択肢しかなかったらしいな。八つ目、名古屋妊婦事件。まずは、名古屋妊婦事件の事件概要について解説していくぜ。よろしく頼むよ。名古屋妊婦事件とは、1988年昭和63年3月18日午後に、愛知県名古屋市中川区富田町現名古屋市中川区友米田で起きた未解決事件なんだ。そして、当時は、この事件を起こした犯人の異常性が話題となり、マスコミが連日報道する事件だったんだ。それで、この事件はどのような異常性があったの？それは、犯人が臨月を迎えた女性の首を絞め、その後、女性のお腹から赤ん坊を取り出した事件だったからなんだ。そうだったんだ。それらのことから、この事件は異常性が高い凶悪事件として考えられ、愛知県警察が約4万人の捜査員を投入し、懸命の捜査を行ったが、有力な手がかりは得られず被疑者逮捕に至らないまま、事件発生から丸15年となった2003年平成15年3月18日に、公訴時効を迎え未解決事件となってしまったんだ。そんな、警察が4万人の捜査員を導入したのに解決できなかったなんて、一体どうしてなの？それについては後ほど解説していくから今は保留にしておくぜ。うん、わかったよ。事件現場となったのは、愛知県名古屋市中川区富田町大技とも米田三郎上門441番地1の2階建てで、計4室のアパートで起きたぜ。そして、その事件現場のアパートには、事件当時27歳の専業主婦であった被害者女性と事件当時31歳の会社員の男性が住んでおり、二人は生まれてくる第一子の誕生を心待ちにする日々を送っており、平凡だが希望に満ちた若い夫婦の生活を送っていたと言われているんだ。事件当日の朝、被害者女性は普段通り会社に出勤する夫を送り出しているんだ。マリサ、一つ気になるんだけど、被害者女性は、臨月を迎えていたんでしょ？一人でいるよりも実家に戻るとかの選択肢はなかったの？それに関しては、詳しく明かされていないけど、一説では、女性の実家は遠方だったので、里帰り出産を選択せず、名古屋で出産することにしていたそうだぜ。なるほどね。また、被害者女性は事件5日前にお腹の子供である男児を出産する予定だったけど、出産が遅れていたため、夫は妻の体調を気遣って、会社から仕事の合間に電話をかけていたと言われているんだ。
確かに臨月を迎えた奥さんがいるなら当然だね。夫は事件が起きた日も奥さんに電話していたの？もちろんしていたぜ。事件当日の12時過ぎ、夫が会社から妻に電話しているんだけど、特に異常はなく電話を終えているんだ。その後、夫は、退社する直前の18時50分頃に再び、妻に電話をかけたけど、その時は、誰も電話に出なかったぜ。その時間帯に事件に巻き込まれていたのかな？妻が電話に出なかったことに対して、夫は少し、心配になったけどこれまでも、その時間帯に電話に出なかったことはあったので、急いで帰宅することにしたんだ。そっか、その時代に携帯電話は普及してないもんね。まあ、あるにはあったんだけど、誰もが持っているものではなかったといったところだな。やがて、夫は、19時40分頃に自宅に到着したところ、普段は施錠してあるはずの玄関ドアが施錠されておらず、部屋の電灯が消灯していることに気づき、少し不審に感じつつも、そのまま寝室に向かってスーツから着替え、奥の居間から赤ん坊の泣き声が聞こえたため、子供が生まれたのかと思いつつ居間の照明をつけたところ、変わり果てた姿の妻を発見したんだ。変わり果てた妻の姿を見た夫は、自宅の固定電話で119番通報しようと考えたけど、なぜか電話機がなかったので、1階の住民から電話を借り、19時43分に名古屋市消防局消防指令センターへ救急車をすぐ回してほしいと119番通報しているぜ。その後、救急隊員と警察が到着し、被害者女性と子供は病院へ緊急搬送されたけど、被害者女性は出血が激しく亡くなってしまい、子供は懸命の治療が行われた結果、一命を取り留めることになったんだ。また、警察の調査によると、被害者の女性は、腹部を溝落ちから下へ鋭利な刃物で、縦一文字に約38センチメートル切られ、子宮内にいた子供を取り出され、その腹の中には被害者の自宅にあった固定電話の受話器と、ミッキーマウスのキーホルダーが詰め込まれていることが分かったんだ。なるほどね、それで夫が電話を探したけど、見つからなかったんだね。でも、犯人がものすごく異常だよ。お腹に電話機を詰め込むなんて。次は、事件捜査について話していくぜ。よろしく頼むよ。事件発生を受けて愛知県警捜査一課中川警察署は極めて悪質残忍な殺人事件と断定したぜ。こんな事件、前代未聞だものね。相当悪質な事件だよ。警察は中川署に特別捜査本部を設置し、変質者もしくは被害者に強い恨みを持つ者の犯行、と推測して捜査を開始したぜ。結構、犯人の範囲が広いけど特定できるのかな。事件当時、愛知県警内で、捜査本部を設置を要する凶悪犯罪が横行していたんだぜ。だから愛知県警捜査一課の強行犯を増設していたんだぜ。これ以外にも事件があったんだね。どんな事件なの？事件の前年である1987年8月、愛知県稲沢市内でパチンコ景品交換業経営の老夫婦が何者かに襲撃され、現金230万円を奪われた上に妻が銃で射殺された強盗殺人事件があったぜ。射殺って本当に物騒ね。日本は銃社会じゃないのにね。まだあるんだぜ。事件1ヶ月前の1988年2月には少年犯罪として日本社会を震撼させた、名古屋アベック殺人事件が発生していたんだぜ。それは強行犯の増員も仕方ないわね。本題の事件の方に戻るぜ。1988年3月19日、愛知県警捜査一課中川署が設置した特捜本部は愛知県警本部にて、名古屋大学教授勝又義直の執刀で被害者女性の遺体を司法解剖したぜ。その結果、特捜本部は死因死亡推定時刻などを断定することができたんだ。死因は首を絞められたことによる窒息死であることが判明し、首には人への索状痕があったぜ。また、出血の量から腹を裂かれたのは絞め殺された後と推測されたぜ。しかし、衣類には刃物で切断された跡がなかったため特捜本部は、犯人は股にてドレスを託し上げた上で下着妊婦帯を吊り下げて腹を裂いたと推測されたな。なるほど、先に窒息してから切り裂かれてしまったのね。そして参道、実は閉じていたことから胎児は腹部の切り傷から飛び出たか犯人が取り出した、と推測されたな。本当におぞましいわね。ここまでが、死因と外傷から分かったことだぜ。抵抗した感じとかあったのかな？わからないぜ。ただ、妊婦であったこともあり、なかなか身動きは取れなかっただろうし、そこら辺は多分、抵抗ができなかったと思うぜ。次に死亡推定時刻だぜ。死亡推定時刻は遺体の状況から犯行当日の14時30分から19時30分の間とされたぜ。昼間から夕方ね。そんな14時30分の明るい時間に犯行が行われるのは予想外だわ。その後、1988年3月20日の捜査で判明した新事実により、
殺害時刻は15時から16時頃までの約1時間に絞り込まれたぜ。やったじゃない。その新事実は何？事件当日16時頃、郵便局員が被害者宅宛ての郵便はがきを配達するために、被害者宅に立ち寄ったんだぜ。その時は、はがきを郵便受けに入れただけで帰り、特に室内の異変には気づかなかったぜ。それだけでは被害者女性の状態はわからないじゃない。そうなんだが、被害者女性は生前郵便受けに郵便物を溜め込まないほど几帳面な性格だったんだ。しかし、夫が帰宅した時点でもはがきはそのまま郵便受けに残っていたんだ。なるほどね。つまり、もし生きていたならば郵便受けにはがきがあるのはおかしいということね。その通りなんだぜ。だから15時から16時頃の1時間に絞られたんだぜ。次は事件の目撃者の情報だぜ。目撃情報では、被害者女性は友人と15時まで話をしていたとの証言が、捜査の結果わかったんだ。この情報は被害者女性の友人が証言していたんだ。さらに友人は、被害者女性にアパートの駐車場まで見送ってもらったと証言しているんだ。それは、つまり、被害者女性が自宅から出ていたことを表しているんだね。その通りだぜ。時系列から推測するに、おそらく被害者女性はその後、玄関を施錠していなかったと思われるぜ。つまり、その後、犯人は隙を見て、被害者宅に入った可能性が高くなるわね。そして、これに加え、被害者女性は友人女性に対し、自分たちの隣の部屋が空き家の状態だが、時折見知らぬ男性が出入りしているのを目撃しているので不安だ、という趣旨の話をしていぜ。それって、もしかして、犯人なんじゃないの？それはわからないが、隣の空き家に何度か入っていたのが本当なら、可能性があってもおかしくはないと思うぜ。その他にも、目撃証言があったんだぜ。まず14時半頃にはアイドリングした自動車がアパートの駐車場に停めてあったんだ。犯行に使われたかもしれないわね。他にはどんな証言があったの？小学男児2人が16時半頃に不審者の目撃をしているぜ。そこからの目撃証言では、年齢は37、8歳で身長は175センチぐらいだったとのことだ。服装も丈の長い黒っぽいジャンパー姿でメガネはかけておらず、薄茶色のベレー帽のような帽子をかぶっていたそうだぜ。見るからに怪しそうだね。これは有力な情報ね。時間もわかったし、捜査は順調ね。それがそうでもないんだぜ。その後の捜査は難航してしまうんだ。それは警察がプロの猟奇殺人鬼だと断定するほどなんだぜ。プロの犯行？どうしてそう判断したの？物的証拠が残ってなかったからだぜ。凶器もなく、遺留物もなく、おまけに指紋まで拭き取られていたんだぜ。そこから外部犯でプロの犯行だと決めたんだぜ。恐ろしいね。殺害後冷静に指紋を拭き取ったと思うと怖いよ。そういえば犯人は妊婦のお腹を裂いたんだよね。やっぱり医学の知識を持っている人な気がするよ。警察もそう思ったんだぜ。腹部の傷から手際の良さを見るに、異常性格者の犯行ではなく、医者医学生の可能性もある。そういった犯人像を一時期は仮定して捜査を進めたんだぜ。一時期犯人は医者医学生でしょ。そんな手際よく普通の人はできないわ。帝王切開とか一般人ができるとは思えないからね。ところが、通常の帝王切開の方法と大きく異なるんだ。だから医者医学者ではないとわかったんだ。となると一体誰になるんだろう。もうわからなくなってしまったね。医者医学者以外に出たのは少年説だぜ。少年、こんな恐ろしい事件が少年がやったとか怖すぎるよ。ところが、猟奇的な犯行から命の尊さ怖さを知らない子供による犯行、という少年犯罪説が出てしまったんだぜ。名古屋アベック殺人事件の時期が近いことも関係しそうだね。でも目撃者との証言と大きく異なるね。これは違うんじゃない？そうなんだぜ。これはあくまで仮説の域でしかなかったんだ。目撃証言や、刑事は新情報で犯人は土足で犯行に及んだ可能性が高いと判断していたんだ。土足で犯行した？まあ逆に丁寧に靴脱ぐ人はいない気がするわね。それはそうなんだが、大事なところは土足で侵入したから足跡が残り、そこから足の長さがわかったんだぜ。そこで少年ではないとわかったんだぜ。じゃあ、一体犯人はどんな人なんだろうね。まあ、それに関しては、いろいろと憶測が立てられている状況だな。専門家によれば、犯人はシリアルキラーではなく、犯行の際に思い立って、被害者女性の腹に手を出したと考えているんだ。つまり、犯人はシリアルキラーではないってことなの？いや、それは言い切れないな。他の専門家は、犯人は自らの手で妊婦の腹部を切開し、胎児を取り出したい。妊婦の体内を見てみたいという願望を抱いていたのだろうと予想していたぞ。また、他の専門家は、受話器は胎盤電話器のコードは最大。ミッキーマウスのキーホルダーは胎児。
それぞれの代用物に見立てたと解釈できると話していたぜ。ますます、犯人が一体どんな人物なのか、わからなくなってくるよ。それで、警察は、最終的にどんな見解を示していたの？警察は、被害者の財布が現場からなくなっていたこと、室内のタンスも荒らされていたことから、愛知県警は物取り目的の人間が侵入して鉢合わせした被害者を殺害した後、その心に持っていた犯人の異常性が偶然芽生えたとの見解を示しているんだ。確かに、私は警察の見解が正しいような気がするけどね。しかし、警察は犯人を逮捕することはできていないんだ。確かにそうだね。犯人は一体どこにいるんだろうね。それは、わからないけど、時効を迎えても、犯人が犯した罪は、消えることはないことを強く受け止めてほしい限りだぜ。確かに、そうだね。最後に被害者遺族のその後について解説していくぜ。よろしく頼むよ。事件後、被害者遺族である夫と子供は、愛知県阿真郡七宝町現在の阿真市実家に預け、夫は事件発生から1年が経過した1989年3月時点まで、事件現場アパートで一人暮らしをしていたけど、同年内に東京都内に転勤することになり、アパートを引き払っているぜ。また、実家に預けられた子供は、しばらく、実家で生活し、約3年後の1994年に、小学校入学に伴い父親と再び暮らし始めたぜ。やがて、父親が勤務先を退職したことをきっかけに、日本を離れてアメリカ合衆国ハワイに移住しているんだ。父親が海外に行った理由は何かあるの？当時の報道では、父親は、友人と共同して会社を経営することになったことから、海外に移住したと報道されているぜ。なるほどね。最後に、被害者女性の父親は、報道陣の取材に対し、病気や事故で娘が亡くなったのなら納得できる。娘は特別な運命を背負って生まれてきてしまったんだ。時効が成立しても、娘は生き返らない。犯人が時効後に平然と社会で生活する姿を想像すると娘が不憫だし、公訴時効制度が憎い。孫もやがて、事件のことを理解すると思うが、成長を歪めないでほしいと語っているぜ。9つ目、3億円事件。まずは事件当日に何があったかについて話していくが、この事件が発生したのは1968年12月10日の朝だったんだ。この日、東京都府中市で東京芝浦電気府中工場の従業員、4523人に支給される予定だった。ボーナス2億9430万7500円が現金輸送車によって運ばれてたんだ。人数が多いからっていうのもあって、かなりの数のお金ね。ああ。だから現金輸送車で運搬されてたんだろうな。そんな中、白バイ隊員に扮していた何者かが現れて、その現金を全部盗んでしまったんだ。え、私あんまりそういう運搬車を見たことがないから、なんとも言えないんだけど、そういうのってそんなに簡単に盗めるものなの？当然だが普通は無理だ。だがこの事件は劇場型犯罪っていうものに分類されるものだったんだ。全員が犯人に騙されたと言えるな。どうやって盗んだの？まず事件が起こる4日前の1968年12月6日に、日本信託銀行国分寺支店長宛に速達で郵便物が届いたんだ。その内容は翌7日午後5時までに指定の場所に300万円を、女性行員に持ってこさせないと、支店長宅を爆破するっていう脅迫状だった。事件の前からいきなり物騒なことになってるじゃない。ただ、翌日7日に銀行員に扮した女性警察官を、脅迫状の指示通りに行動させて、警察官約50名を指定場所に張り込ませたんだが、結局犯人は現れなかったんだ。もしかして犯人に張り込みがバレたのかしら。だから現金輸送車の方を狙ったとか？いや違うんだ霊夢。むしろこれは現金輸送車を狙うための下準備に過ぎなかったんだよ。犯人としては300万円なんてどうでもよかったんだ。これが下準備？県の事件当日、府中刑務所裏の府中市境町、通称学園通りと呼ばれる通りに差し掛かった現金輸送車は、その学園通りの途中で後方から白バイに追い抜かれたんだ。この時その白バイは道を塞ぐようにして停車して現金輸送車の動きも止めたぜ。これが犯人なのね。白バイに乗ってたってことだけど、確かあれって警察で使ってるものよね。一般人が入手できるものなの？あれには交通整備を行うための装備がいろいろ付けられてるから、普通はその装備を手に入れる段階でつまずくと思う。ただ、偽装も不可能ではないだろうな。でも輸送車の人たちはその犯人を違和感なく本物の白バイ隊員だって思ったのよね。いや、実は少し奇妙な点はあったみたいなんだ。その白バイはなぜかバイクの後方に軽自動車用のシートカバーを引っ掛けたまま、それを引きずって走ってたんだ。確かにそれは変ね。どういう意図があるのかしら？
考えられるのは土などに残るタイヤ痕を消すためとかかな。アスファルトだと難しいが、土だと柔らかいから後からシートを勢いよく引きずれば跡を消せそうじゃないか？正確な意図は分かってない感じなのね。その後は？白バイから降りた犯人は車に近寄り、運転手に小金井署のものですが、巣鴨警察署からの緊急連絡で、あなたの銀行の巣鴨支店長宅が爆破されました。この輸送車にもダイナマイトが仕掛けられているという連絡があったので、車の中を調べてくださいって言ったんだ。運転手は昨日点検したが、そのようなものはなかったと答えて、後部座席に乗車していた行員二人も車内を確認したが、当然それらしきものは見つからなかった。そうか、さっきの爆破予告はこの時のためのものだったのね。いきなり店長の家が爆破されたって言われても信じてもらえないけど、事前にそういう脅迫文が届いてたら信憑性が増すわね。その後、犯人は車の下にあるかもしれないと言って銀行員たちを車の外に出したんだ。この際に運転手は輸送車のエンジンは切ったが、キーは差したまま車を降りてたみたいだな。それでそのキーには車のトランクやジュラルミンケースのキーも、一緒に束ねてつけてあったんだぜ。犯人の狙いはその鍵束だったのね。そう考えると運転手には何としてでも外に出ていてもらう必要があるわ。全員を車外に出した犯人は、車の前方へ回って、ボンネットを開けるとエンジン周りを点検し、その後現金輸送車の下回りを捜索し始めたんだ。ちなみにこの事件当日には脅迫文のせいもあってか、銀行側から不審物に注意するようにって通達されてたみたいなんだ。そういう通達があったからこそ、その場にいたみんなが騙されてたのね。そうして車の下に潜り込むようにしてた犯人は突然、あったぞ、ダイナマイトだ、爆発するぞ早く逃げろと叫び、4人の銀行員を車から退避させたんだ。この時車の下からは本当に煙が上がって炎まで吹き出してたんだ。爆弾があるかもって思ってたら信じちゃうわよね。でもそれを聞く感じだと、多分発煙筒とかよね。鋭いな霊夢。その通りだ。でも騙されてしまった銀行員たちは、爆発の危険から身を守ろうとして現金輸送車から、東へ100メートルほど遠ざかり、民家の物陰や垣根に身を伏せたんだ。後部座席にいた行員の一人は、後続車に爆発の危険を知らせようとして道路上に立ちふさがり、トラックを停車させたぜ。さらに陸上自衛隊車両を運転してた自衛官は、反対車線の車の下から煙と火が吹き出しているのを発見したことで、消火器を持って駆けつけようとしたんだ。現場は完全に犯人の思うがままに動かされてるわね。そんな中、犯人は現金輸送車の運転席に乗り込みエンジンを始動させると、自ら輸送車を運転して府中街道方面へ急発進させたぜ。その後現金輸送。だ。この一連の流れを犯人は3分でやってのけたんだ。これを3分で、事前練習とかしてたのかもしれないけど、それにしたって結構な度胸と演技力がいるんじゃないのこれ。そんなたった3分間の出来事だったが、銀行員たちが金を盗まれたことに気がついたのは10分も経ってからだったんだ。輸送車を移動させたのも、爆発により被害を少しでも抑えようとしてるって認識してたみたいだな。完全にパニックになったのかしらね。でも盗まれたって分かったならすぐに通報しないと。もちろんすぐに銀行員たちは動いたぞ。現場のそばに立ってた府中刑務所の監視等刑務官に向かって大声で、車が盗まれた、通報してくれ、と頼んで、さらに現金盗難現場からほど近いガソリンスタンドに駆け込むと、電話を借りて銀行へことの顛末を報告したんだ。そうして報告を受けた銀行では支店長代理によって110番通報がされたぜ。少し気がつくのに遅れてしまったけど、気づいてからの対応は早かったのね。ああ。だが、最初は現金輸送車に対する検問を実施した。警察官が実際にいるのかどうかっていう問い合わせが通報の内容だったことで、初動対応に遅れが出てしまったんだ。しかし検問を実施した警察官は存在しないと確認した警視庁は、9時50分には伊豆小笠原諸島を除く東京都全域に緊急配備を敷いたぜ。ちょうどこの日は毎年恒例の歳末特別警戒の初日だったんだ。検問をしてるんならどこかで怪しい車両とか見つかりそうよね。残念ながらそうはいかなかったんだ。当初は自動車の乗り換えを想定してなくて、現金輸送車と同型車種の黒色の64年型日産セドリック1900カスタムを発見することに重点を置いてしまったんだ。その後自動車の乗り換えが発覚してから、都内の主要な道路で全車両に対する詳細な検問を実施したんだが、そのせいで激しい交通渋滞を招いてしまい、結果的に多くの車両を検問することはできなかったぜ。これは痛いミスね。乗り換えは絶対ありそうなことだし、それこそ私が犯人の立場でもすると思うわ。実際これが痛手だったんだと思う。警視庁は夕方までに検問を取りやめて、
夜になってからも捜索は続けられたんだが、結局犯人と盗まれた現金は発見できなかったんだ。犯人はまんまと逃げを失せたわけね。でも確か白バイはその場に置いていったのよね。それならそこから証拠品とか見つかりそうだけど。もちろん遺留品は見つかってるぜ。しかも全部で124点もの数があるんだ。それだけあればどこかしらの犯人を特定できる何かが残ってそうね。当初は警察もそう考えてたと思う。ただ犯人もそれを想定してたのか。遺留品のほとんどが大量生産品だったり盗難品だったりしたんだ。そのせいで販売ルートからの犯人の特定は困難になってしまったんだ。大量生産品って安く買えるから消費者としてはいいんだけど、こういうところで難点が出てしまうのね。ああ、まず事件発生現場からは犯人が残した白バイとハンチング棒が発見されてるぜ。このバイクが怪しいわよね。多分これって本物の白バイじゃないんでしょ？その通りだ。このバイクは1968年11月19日から20日の間に盗難されたものだってことが判明してて、本来は青色だったのを犯人が白く塗って偽装してたみたいだな。しかも1968年当時の警視庁で採用されてた白バイの車種はホンダ製で、犯人が使ってたヤマハ製の白バイは存在しなかったんだ。そしてより本物に見せるために、赤色灯に偽装されたストップライト、広報用スピーカーに偽装されたトランジスタメガホン、書類箱に偽装されたスイッチとクッキー缶、ホースバンド、ストップライト固定用のステンレス製タオル掛けなどが装着されてたぜ。こうして聞いてみるとかなり作り込んであるのね。しかも偽装に使われたものは、さっきも言った通り大量生産品や盗難品だったんだ。だからここから犯人を特定するのは難しいとされたんだ。バイクも盗難されたものだしかなり厳しそうよね。ただ、バイクがいつこういう改造をされたかは大体判明してるんだ。トランジスタメガホンは白ペンキで二度塗装されてたんだが、表層面の塗装が剥がれた部分に 4mm ほどの、紙片のようなものが数箇所付着してたんだよ。調べてみるとひし形状の模様や黒い点が見えてたんだ。何かしら？何かのチラシだったとか？それが何なのか調べるために警視庁科学検査所が鑑定した結果、新聞紙片だったんだよ。新聞の見出し部分を際立せるために使われる、指紋の模様の一部であると推測されたんだ。おお、じゃあその新聞の発売日からバイクの改造日が特定されたのね。あくまで大体の日付だがな。まず、紙は愛媛県伊予三島市の大王製紙の工場で作られたことが判明した。次に製造された紙が使われてた産経新聞が配達された地域は、東京都三多摩地区だということも判明したんだ。その新聞が東京都多摩地区で配布された数は 13,485部、販売所数は12カ所だと特定されたぜ。犯人の住んでた地域が特定できそうじゃない。それがダメだったんだ。配達地域の住民の転出入が激しかったことや、新聞を購読する家が頻繁に変わってたことから捜査は難航したんだよ。なんとか2年がかりで販売所を特定できたんだが、順路町はすでに処分された後だったんだ。そっか。今まで買ってた人が購読をやめたり、逆に今まで買ってなかった人が買い始めたりもあるわよね。でも現場にはハンチング棒が落ちてたんでしょ？髪の毛とか汗とかが付着してれば DNA 鑑定できそうよ。残念ながらしょうもないミスで使えなくなってしまったんだ。この帽子は偽装白バイが事件現場まで引きずってきた。ボディカバーの中から発見されて、帽子に付着した汗を検出すれば、少なくとも実行犯の血液型を特定できたとされてたんだ。なんでそこに入ってたのかは謎だけど、重要そうな証拠じゃない？ところが遺留品の多さから楽観ムードだったのか、鑑定に出す前に刑事同士で交互に被ってたんだ。そのせいで鑑定不能になってしまったんだよ。ちょっとどういう神経してるの？なんで現場のものを勝手に触ってるのよ。それでこのハンチング棒は大阪市東成区の中央防止製だということが判明してて、どこの小売店で売られたのかもわかったんだが、誰に売られたのかまでは特定できなかったんだ。DNA 鑑定ができれば違ったかもしれないのに、警察の失態を擁護するわけじゃないが、ボディカバーの中から発見されたっていうのがどうも怪しく思うんだ。ここまで細かく偽装や演技をする犯人が、そんな露骨に怪しいものを残すか？もしかしたら捜査の撹乱を狙って犯人がわざと残した遺留品かもしれないってこと？あくまで可能性の問題だがな。いずれにしても鑑定に出す前に遺留品をあれこれ触るのはいただけないな。そうよね。そういえば発煙筒とかはどうだったの？これも横浜市保土ヶ谷区の日本カーリット保土ヶ谷工場製が製造した、ハイフレイヤー5っていう発煙筒だって判明してるぜ。ただ、ガソリンスタンド等を中心に4190本が販売されてたんだ。つまり大量生産品だな。この発煙筒には NHK の、電波科学賞は43年7月号の付録だったテレビ回路図が巻き付けてあったぜ。これも量産品だったのね。
でもなんで回路図を巻きつけてたのかしら？後で詳しく話すんだが、実はこの回路図は脅迫文を作るために使われてるんだ。よくあるだろ？文字だけ切り貼りして文章にするやつ。なるほど、それに使ってたのね。だけどますます謎じゃない？発煙筒は現場に残ってたんだし、そこからバレるかもって思うとさっさと燃やすなりして捨てると思うんだけど。実はな、霊夢、発煙筒には銅線も巻き付けられてて、マグネットキャッチって呼ばれる建具部品を分解したものが引っ付けてあったんだ。これはいわゆる磁石なんだが、鉄線と比較すると透磁率が悪かったせいで、磁力が十分に働かず発煙筒は道路上に落下して残されたんだ。この磁石も現場の大平製作所が製造してて、43,240個が流通してたぜ。犯人としては発煙筒ごと持っていきたかったのかしら。やっぱりこの発煙筒も証拠になりうるし。ただ、こうやって発煙筒がその場に残ってしまうのも想定はしてたんだと思うんだ。わざわざ回路図を巻いてたのも捜査を攪乱するためじゃないかとも言われてるからな。遺留品にも謎が多いわね。そういえば検問に現金輸送車が引っかからなかったみたいだし、犯人はどこかで乗り換えてるのよね。そこが次の現場かしら。ああ、東京都国分寺市西本町の国分寺史跡七重塔跡近くの、墓地入り口及び武蔵国分寺跡のくぬぎ林が第二現場とされてるな。現金輸送車はここに乗り捨てられてたんだ。ただ、現金輸送車の中には現金や現金を入れてた。ジュラルミンケースは残されてなかったぜ。犯人はジュラルミンケースごと持って逃げたのね。まあ3億円をわざわざそこで出す意味もないし当たり前かもだけど。この第二現場では事件当日の朝に濃紺のカローラが駐車してるのを、近隣の住人が目撃してるんだ。犯人は現金輸送車をここまで運転してきた後、現金の入ったジュラルミンケース3個を、あらかじめ用意してたカローラへ移し替えて逃走したと考えられてるぜ。このカローラが検問に引っかからなかったのが痛いわね。ジュラルミンケースを手持ちしてたら目立つから、犯人としては車を使いたかったんだろうし。ああ、多分どこかのタイミングでうまく検問を受けずに逃げたんだろうな。たらればだが、もっと早い段階で、乗り換えの可能性を視野に入れていれば変わったかもしれないな。犯人の手のひらの上で踊らされてる感じが腹立つわね。次に府中市栄町、明星高校近くの空き地が第三現場と呼ばれてるな。犯行前に偽装白バイをカバーで覆って止めてるところを、近所の住人が目撃してるんだ。捜査本部によると犯人は銀行を出発した現金輸送車を、盗難車である緑色のカローラで追跡し、輸送ルートを確かめてから第三現場で、最初のカローラを乗り捨てたと推測されてるぜ。この現場からは緑色のカローラとレインコートが発見されてるぞ。さすがに下見はしてたのね。まずレインコートだが、これは濃紺色のものでカエル脱ぎした状態で第三現場に残されてたんだ。事件翌日にすぐ公開されたんだが、一般からの情報提供はほとんどなかったんだよ。このレインコートは事件の10年前に製造されたもので、製造した会社は1958年時点ですでに倒産してたんだ。それだと販売ルートの特定はさすがに無理そうね。最初は重要な遺留品じゃないって思われてたみたいなんだが、3年後に実は重要な遺留品だったことが判明したんだ。袖裏にアイロンをかけた跡があって、内襟にクリーニングのタグの跡を示す白い糸がついてたんだよ。どこかでレインコートをクリーニングしたっていう証拠が残ってたのね。でも3年も経った後だともう追跡調査は無理そうね。ああ、残念ながらこの遺留品は無駄になってしまった。そしてもう一つの遺留品であるカローラなんだが、11月30日から12月1日の間に盗難されたものだと判明してるぜ。発見時、このカローラはハンドアでワイパーは動いたまま、窓は開けっぱなしの状態だったんだ。捜査本部の推測によると、カローラの乗り捨てられた状態と偽装白バイの後部に、シートカバーを引っ掛けたまま走行してたことから、犯人には犯行を遂行するのに時間的余裕は、全くなかったんじゃないかってされてるな。下見したらすぐに実行って感じだったものね。カバーを引きずってたのも意図的じゃなくて偶然だったのかも。気づいた時にはもう直してる時間もなかったのかもしれないわね。その可能性があるな。次に最後の現場だが、東京都小金井市本町の団地敷地内の駐車場が第4現場と呼ばれてるんだ。第2現場で犯人が現金輸送車から乗り換えた。2番目のカローラが乗り捨てられてたのがここだぜ。事件発生から4ヶ月後の4月9日に発見されたんだが、乗り捨てられたカローラの車内に現金を抜き取った後の、空のジュラルミンケースが3個残されてた。一旦ここまで運んできてから中身を別の何かに移し替えたのね。それがそうとも言い切れないんだ。この2番目のカローラがどういうルートで移動してたかが分かってないから、また別のどこかに止めてそこで現金を移した可能性も捨てきれないぜ。そっか。団地みたいな人目の多い場所でやるのはちょっとリスキーよね。ただ、捜査によるとこの団地の駐車場からは、
犯人が盗んだものと思われる盗難車両が他にも見つかってるんだ。他にも盗んでたの？プリンススカイライン 2000GT 日産ブルーバード、プリンススカイライン1500の3台だな。どの車も盗まれたシートカバーで覆われてたせいで発覚を免れてたんだ。1971年に工学者のぬか大和夫さんが警察の依頼で遺留品の鑑定を行ったんだが、2台のシートカバーの紐の結び方を比較した結果、それぞれの結び方が異なることから、ブルーバードを盗んだのも3億円事件の犯人だとすれば、3億円事件の犯人は複数犯であると結論付けてるぜ。それは私も少し考えたわ。一人でやるにはあまりにも手が込みすぎてるもの。どこかで少しでもミスをすれば破綻するような一発勝負の計画だし、複数犯っていうのは十分あり得るわね。他にも1968年11月9日に盗まれた、ホンダドリームっていうオートバイも発見されてるんだ。1968年当時、ホンダドリームは警察の白バイとして採用されてた車種だから、犯人はもともとこの盗難したオートバイを、偽装白バイに改造しようとしてたんじゃないかって推察されてるぜ。それならなんでこのバイクを使わなかったのかしら？実はオートバイの持ち主によると、この車体は減速時にノッキングを起こしやすい不具合があったらしいんだ。だから犯人は盗難後に試運転を行ったものの、エンジン系の不調に気づいたから別のバイクを入手して、偽装白バイに改造したんだとされてる。その証拠にこのバイクの盗難後の走行距離は 60km と短かったんだ。犯人にとって予想外の事態が起きたのね。でも結局偽装には成功してるし、やっぱりそれだけそっくりに見えるようにしてたのかしらね。他にもプリンススカイライン 2000GT の車内に競馬専門誌2部とスポーツ誌1部、府中の東京競馬場近くの喫茶店のマッチ、平和島協定のチラシが残されてたり、プリンススカイライン1500の車内から、女性もののイヤリングが発見されたりしてるんだ。どれも本来の車の持ち主には身に覚えのない品らしい。ということは犯人はギャンブルをやる傾向のある人間で、少なくともその車に女性を乗せたことがあるってことになるわね。それか複数犯の説で考えると犯人グループの中に、ギャンブル愛好家や女性メンバーがいたってことになるな。とはいえ犯人特定の証拠にはならなかったが。そういえばジュラルミンケースは？あれに指紋とかはなかったのかしら。残念ながらそういうのはなかったな。ただ、一つのケース内部に土が 1.5g 付着してたんだ。警視庁科学検査所の鑑定によると犯行現場から、4km 離れた国分寺市工学部の雑木林の土壌に酷似してるらしい。さらに農林省林業試験場の鑑定だと第二現場の土壌に近似してるっていう結果が出たんだ。このことから捜査本部は、工学部付近に犯人のアジトがあるとみて捜査したんだが、アジトも犯人検挙につながる情報も得ることはできなかったぜ。でも、少なくとも犯人がそこでジュラルミンケースを開けた可能性は高いわよね。じゃないと内側に土がついたりしないでしょうし。それはそうなんだが、いずれにせよ証拠にはなってないからな。この時点でかなりの遺留品が出てるけど、未だに犯人の像が見えてこないわね。ああ。ただ最初の脅迫文を出した人間の血液型はわかってるんだ。この脅迫文を作るために犯人は近代映画と電波科学っていう、雑誌の文字を切り貼りしてたんだが、切手を貼るときに唾をつけて貼ってるんだ。この唾から血液型が B 型だってことが判明してるぜ。おお、一歩前進ね。でも B 型の人間なんて大量にいるでしょうし。他に決定的な何かがないと特定は難しそうね。これだけ大量の遺留品を残して捕まってない犯人だが、一応疑惑がかけられてる人間は複数いるんだ。あら、誰なの？この時点で結構話が長くなってるから一番主流のやつを挙げるが、事件当時、立川市内で車両窃盗を繰り返してた、非行少年たちによって結成されてた立川グループのリーダー格の S だ。車両の窃盗か。確かに今回の事件の犯人も相当手慣れてるし、あり得るわね。理由として挙げられてるのは車の三角窓を割り、ドアの鍵を開けてエンジンとスターターを直結するという車の窃盗手口。地元出身で土地勘がある人物。車やバイクの運転技術が巧み。1968年3月に立川市のスーパーで、発煙筒をダイナマイトに見せかけた強盗事件を起こした仲間と親しい。父親は白バイ隊員で、白バイに関する知識が豊富。親族以外のアリバイが不明確。事件前に東芝や日立製作所の現金輸送車を襲う話をしてた。こんな感じだな。これもう確定じゃないかしら？ただ S じゃないとする反証もあるんだ。まず S の自宅に家宅捜索が行われたんだが、入手したはずの現金が一切見つかってないんだよ。次に事件前日の夜、新宿で飲酒してたとされてて、単独犯の場合は複数の車両を使った犯行を、朝にできるとは考えにくいとされてる。しかも血液型は A 型だから、脅迫状の切手の B 型とは違うし、
脅迫状の手書き部分の筆跡と一致しなかったんだ。でも現金は隠そうと思えばどこにでも隠せるわよね。一日、それこそ数時間もあれば家以外の場所に隠せるわ。それに非行を常習的にやってたグループなんだったら、それこそ複数犯だったって考えてもいいじゃない。それなら血液型や筆跡はいくらでも偽装できるわ。まあ、複数犯ならそれも可能だな。そういえば銀行員たちは犯人の顔を見てるんじゃないの？実はそこも問題だったんだ。当初銀行員たちは犯人の顔が第一容疑者になってた S によく似てるって話してたんだ。それを聞いた警察は S そっくりの人物の、モンタージュ写真を勝手に作ってしまったんだ。本来は顔のパーツを部分的に繋げて作られるんだが、さもその写真が犯人の顔であるかのように広めてしまったんだよ。なるほど。実際は違う犯人だったかもしれないのにそういうことをすると、普通の人はそれが犯人の顔だって思っちゃうわよね。しかも事件から3日後の12月13日に行われた聴取では、銀行員たちの証言が変わってたんだ。本当は事件時のパニックで詳細な顔を覚えてなかったり、そもそもそのうちの一人は顔が見えてなかったんだ。じゃあなんでそんな嘘の証言しちゃったのよ。考えてもみろよ。キーを差し込んだまま逃げた。通報が遅れたっていうミスを犯した責任感に加えて、犯人の顔も覚えていないってなったら精神的にも来るだろ。つまり重圧から証言に大きなバイアスがかかっていた可能性が挙げられてるんだ。知らないなら正直に知らないって言わないと無駄足じゃないのよ。どうやら最初は4人同室で取り調べを受けたみたいだから、お互いの意見に流されやすい環境ができてたのも良くなかったみたいだな。ということは、今回はモンタージュ写真は信用できないわけね。でもさっきの根拠から考えるに S が一番怪しいと思うのよね。そもそも普段から悪いことしてるわけだし、別件で捕まえて洗えば何かわかりそうだけど。それがな霊夢、残念なことに S は事件から5日後に亡くなってるんだ。事故とかかしら。いや、1968年12月15日に、父親が購入していた、青酸カリで服毒自殺をしてるんだ。ただ、周りの人間は S は自殺するような人間ではないと口を揃えてるし、青酸カリが包まれた新聞紙からは父親の指紋しか検出されてないんだよ。あれ、ちょっと待ってよ。それって本当に自殺なの？だってもし自殺なら新聞紙に指紋が残ってるはずよね。自殺するためにわざわざ手袋とかして指紋を隠すとは思えないんだけど。今から私が言うことは少し失礼かもしれないが、なんとなく S の父親がおかしい気がするよな。もしかしたら S は自殺したんじゃなくて、自殺っていう形で処分されたんじゃないのか？父親は警察だったわよね。自分の息子がそういう犯罪をしてしまったから、自殺っていう形でけじめをつけさせようとしたとか、その可能性もゼロとは言い切れないな。でも、こういう考えはどうだ？父親が実は主犯格で、息子に現金を盗ませた後、容疑がかかったところで、自殺に見せかけて処分する。そうすれば秘密を知ってるのは自分だけになるよな。いや、ちょっと待ってよ。でも団地で見つかった盗難車からはいろんな遺留品が見つかってるわよ。もし S や父親にそういう趣味とかがあるなら、それも捜査線上に浮かんでくるはずじゃない。霊夢よ、相手はとにかく用意周到に準備してたやつだぞ。当然自分に容疑が向けられた時用の対策も練ってるはずだろ。わざと現場に自分とは無関係の遺留品を置いとけば、あとは勝手に警察が勘違いして捜査を進めてくれるよな。だとしてもリスキーすぎる気がするのよね。確かに S の父親が何か怪しいのは確かなんだけども。まあ少しひどいことを言ったかもしれんが、実は事件の前後で盗難されたバイクや自動車、さらには現金輸送車の目撃情報があるんだ。それを事実だとするなら、実行犯は若年の男で間違いないと思うぜ。一応その S 以外にも容疑がかかってる人はいたのよね。そう考えると、結局誰が犯人なのか全然わからなくなってくるわ。10個目、汚染転がし事件。まずこの事件が起こったのは1952年10月11日であり、現場は千葉県阿波郡小湊町にある断崖だった。この事件では一人の母親が強姦され、子供も含めて3人が殺害されたんだ。ちなみに、この事件の同一犯人の起こした、合計7人の連続殺人事件の通称としても、汚染転がし事件という呼称は使われてる。かなりの人数が殺害されてるのね。その汚染転がしっていうのは何のことなの？汚染転がしっていうのは、現場になった崖の通称なんだ。その地域に伝わる伝承に登場する女性の名前が汚染で、紆余曲折あってその崖から飛び降りたことからそういう呼称がついたんだ。崖の名前なのね。でも現場になっただけで事件名にそんな名前がつくとは考えられないし、まさか被害者が落とされたりしたの？まさにその通りだ。この事件の犯人は栗田源三という男なんだが、彼は上総沖津駅で行商に出たまま行方不明になった。
夫を探すためにその駅に来ていた4人の母子を誘い出したんだ。その4人が被害者になったのね。ああ、日付が変わった翌日の深夜に、6歳だった長男と11歳だった長女を断崖から投げ落としたんだ。さらに29歳だった母親を強姦し、母親が背負っていた次女ごと崖へと投げ落とした。かなり悪質な犯人ね。最初から強姦目当てだったのかしら。実はこの事件の前後にも似た事件を起こしてて、どれにも性的暴行を加えた痕跡があったみたいだから、そういう理由だろうな。これについては後で触れるぜ。初犯ではなかったのね。そういえば4人とも崖から落とされたみたいだけど、亡くなったのは3人なのよね。誰か1人生き残ったの？そうだ。実は投げ落とされた4人は真下までは落ちてなくて、崖の途中で止まって助かってたんだ。しかし栗田はそれを見越してたのか、わざわざそこまで追ってきて、母親、長男、次女を石で殴打して殺害したんだ。この時、隠れてた長女だけが助かったんだよ。そういうことだったのね。しかし妙に執念深いわね。これも後に詳しく説明するが、おそらく栗田はこれ以前に起こした事件では、被害者が絶命するところを目撃してたんだと思う。だから本当に死亡したかどうか不安になって、追いかけたんだと思うぜ。突発的に投げ落とした後に不安になったのかしらね。さて、それじゃあお線転がしでの事件の前後に、起こった事件についても話していくぞ。栗田はこれが初犯じゃなかったのよね。ああ、まず1948年に栗田は闇商売のブローカーとして、生計を立ててたんだが、実はこの時に窃盗、物価統制令違反、食料管理法違反の罪に問われて、一度逮捕されてるんだ。やっぱり闇商売が問題になったのね。ああ、この時代は終戦後ということもあって、米の値段や流通を政府が管理してたんだ。つまり普通に米を買うことが難しい時代だったんだよ。そこに目をつけた栗田は農家から米を盗んでは、闇市で売るということを始めたんだ。そういう理由で闇商売をやってたのね。ああ、しかも捕まった後に1年で仮出所することが、できた栗田だったが、仮出所してからも、闇商売のブローカーを続けてたみたいだ。そのせいで何度も刑務所を出入りすることになって、ハヤブサの源っていう異名まで持ってたらしい。その時はまだ殺人はしてなかったけど、犯罪者としてはすでにある程度顔が知られてたのね。そんな風に闇商売のブローカーとして働いてる最中に、三角関係のもつれから静岡県で、交際していた女性を殺害してるんだ。その後、自首を進めてきた女性も殺害した。その後、1951年8月8日に栃木県小山市で、子供を寝かしつけようとしてた主婦を、強姦しながら絞殺したんだ。しかも弛緩までしてる。現場からは着物などの家財が盗まれてて、台所にあったものがなぜか庭に埋められたりもしてたそうだ。お線転がしでの事件でもそうだったけど、栗田は性欲に対する制御ができてない感じがするわね。それに異常な行動をとってるようにも見えるわ。そしてお線転がしでの事件の後である1952年1月13日、千葉県千葉郡毛見川町で主婦とその叔母が殺害された。ここでもまた、主婦は弛緩されてたんだ。主婦は絞め殺されてて、叔母は包丁で刺殺されてた。しかしこの事件現場にて指紋が検出されたことで、栗田は逮捕されることになった。逮捕するまでに時間がかかってしまったし、犠牲者も多くなってしまったわね。ああ、あまり高い計画性の感じられない行動で、あるにもかかわらず、逮捕に時間がかかってしまった。でもどうして栗田はそんな人間になってしまったのかしら。今までもこの手の事件の犯人は幼少期に何かあったりとかしたけど、栗田にもそういうことがあったの？それじゃあ栗田の過去について話していくとしよう。栗田は1926年11月3日に秋田県小勝郡新生村の極貧家庭に生まれたんだ。かなりの大家族で、栗田は12人兄弟の三男という立ち位置だった。確かにかなり兄弟が多いわね。栗田の父親は川漁師だったんだが病弱だったらしくて、父親に代わって母親が家計を支えてたんだ。それもあってか栗田は両親から放置されながら成長することになった。お父さんは病弱でお母さんが忙しいとなると、あまり両親には構ってもらえなさそうね。そして栗田は学校でいじめにあってたんだ。夜尿症が小学校就学期になっても治らず、それによる尿臭がいじめの要因だった。その結果、小学校を3年生で中退したんだ。いわゆる、おねしょというやつね。原因はわからなかったのかしら。夜尿症の原因として考えられるのは夜間の尿量が多い、夜間の膀胱尿量が少ない、睡眠障害または覚醒障害があるというものだな。栗田もこれのどれかに当てはまってた可能性が高い。小学校を中退するくらいだし、相当悩んでたわけよね。その後は何をしてたの？
中退後は農家に下男として奉公してたんだが、ここでも夜行性が原因で嫌われて追い出されてしまったんだ。1年間20回以上も奉公先を変わらなければいけないほどだったらしい。確かに毎夜となると奉公先の人にとっても問題よね。その後1945年29歳になった栗田は、徴兵されて弘前の歩兵第31連隊へ入隊することになったんだ。しかしここでも彼の夜行性は問題になった。そのせいでわずか2ヶ月で除隊になってしまった。かなりの期間夜行性に苦しめられてたのね。治療されてなかったのなら、もう癖になってたのかもしれないわね。ああ、栗田は生きてる間ずっと夜行性に悩んでたらしいからな。これによって精神的におかしくなってた可能性はある。それが原因だったのかしら。いや、この時の栗田はまだ、そういうことができる性格じゃなかったみたいなんだ。内向的でひ弱だったらしいからな。ということはそんな彼を変えるきっかけになった何かがあったのね。特別な何かがあったわけじゃないんだ。栗田は終戦後に北海道の美唄炭鉱で炭鉱夫になってたんだが、この時にそこで働く荒くれ男たちと共に、過酷な肉体労働をして過ごしてたんだ。これがきっかけになって、粗暴な荒くれ男に変わっていったらしい。ここで筋力とかをつけたわけなのね。いくら成人してたとしても、子供を崖下に放り投げるなんて、鍛えてないと難しいだろうし、納得がいくわ。最後に起こした事件の指紋が決め手となり、栗田は逮捕され裁判にかけられることになった。正直かなり悪質な犯行だし、最後の事件だけを見ても死刑が妥当だと思うけど、霊夢のその考え通り、千葉地裁で1952年8月13日に行われた裁判にて、死刑判決が下されたんだ。さらに1953年12月21日には宇都宮地裁で、他の殺人事件に関しての判決も下った。そこで下された判決もまた死刑だったんだ。連続殺人だし、犯行のやり方も、かなり悪質だからそうなるわよね。でも死刑判決って複数回下されることがあるのね。ああ、実は日本において、一審で2つの死刑判決を受けた初の例なんだ。後に警察庁広域重要指定事件113号が起こるまでは、裁判例としては死刑を2つ宣告された唯一の例だったんだよ。あくまで別々の事件として別の裁判所で、審理したからなのかもしれないわね。これに関して栗田は何か異議を申し立てたりしなかったの？一応控訴はしてたみたいなんだが、控訴は取り下げられて宮城刑務所仙台拘置支所に応送されたみたいだ。ただ、判決後の栗田はノイローゼにもなって、かなり衰弱してたらしくて、自傷行為を何度も繰り返すほどの状態になってたらしい。そんな状態で再審を繰り返したそうだ。まあ今まで多くの人を手にかけたわけだから、こればっかりは仕方がないわね。神経衰弱状態だからといっても、減刑が許されるような罪じゃないわ。この事件は判決も含めてかなり特殊だったこともあってか、1956年に死刑を廃止か存続かの問題で国会で論争になった際に、死刑存置論者に凶悪無比な特殊な極悪人として、栗田がやり玉に挙げられたんだ。同情してしまうような過去はあるけど、それでも犯した罪はとても許されるものではないものね。死刑制度が必要だと語る上において、自分の論を補強するのにこれほど適した一例はないでしょうね。ちなみにだが、栗田は刑務所内で懺悔録という、式を書いてるんだ。その式の中には女と寝るときは叩いたり、締めたりすると、とてもいいぞと9歳の頃に、老人に言われたと記述されてたらしい。それって本当にそういう経験があったってことなのかしら？こればっかりは何とも言えないが、嘘を書いてたとしても誰にも証明のしようがないぜ。栗田がより過激にするために持った可能性もある。まあ確かにそうよね。でも栗田はどうしてそんな式を残してたのかしら？どうやら栗田はこの式を本にして、売ろうとしてたみたいなんだよ。死刑をもう免れることのできない栗田が、どうしてそういったことをしようとしたのかはわからないが、いずれにしてもそれで金を稼ごうとしてたわけだ。売ろうとしてたのね。実際にその本は出版されてるの？いや、却下されてる。詳しい理由とかは不明だが、外部に連絡を取ろうとしてる可能性もあるし、世間を騒がせた事件ということもあって、感化される人間が出ないようにと却下されたのかもしれないな。切り裂きジャックとかもそうだけど、妙に崇拝されたりカリスマ扱いされる犯罪者っているものね。栗田がその類だったかは不明だけど、世間的にも大事件だったなら、そういった反応が起こらないようにした説はあり得るわね。そうやって刑務所で過ごしてた栗田だったが、1959年10月14日に宮城刑務所にてついに死刑が執行された。享年32歳で、結局最後まで夜行性が治ることはなかった。判決から約7年後に執行されたのね。幼い頃の境遇には同情すべき点はあるけど、それでも補えないくらいに残酷な犯罪者だったし、死刑も仕方がないわね。
こうして幕を閉じたお線転がし事件だが、ここで少し長女の話もしておこうと思う。確か、唯一助かった被害者なのよね。一人隠れてたおかげで助かったんだっけ？ああ。投げ落とされた上に頭部を負傷してたみたいだが、岩陰に隠れてたおかげで栗田に見つからずに済んだんだよ。だからなんとか生還することができたんだ。長男やお母さんはもしかすると投げ落とされた時の、怪我とかで動けなくなってたのかもしれないわね。長女は当たりどころが良かったのかも。かもしれないな。なんとか生き延びた長女はその後、唯一の生存者ということもあって現場検証にも呼ばれたらしい。ただ、まだ幼かったということもあってか肩を震わせて泣いてたそうだ。事件当時は11歳だったのよね。目の前で家族を殺されてしまって、自分も崖から投げ落とされるような目にあったんだし、そうなるのも仕方がないわよ。ああ、当然パニックやトラウマになっててもおかしくはないし、そんな長女に当時の状況を聞くというのは、事件解明のためとは言っても、少し酷な気がするな。その後その子はどうなったの？それが長女のその後がどうなったのかは判明してないんだ。世間的にも注目された事件だったし、彼女の精神状態を考慮すると、何もわかってない状態なのが一番いいのかもしれない。そうね。本人からすると、それこそ忘れてしまいたい過去とも言えるし、当時のことであれこれと聞かれるのも嫌よね。以上が日本事件史上一番恐ろしい事件とまで言われた。お線転がし事件だ。とにかく身勝手で残酷と言える犯人だったわね。長女が助かったのが不幸中の幸いと言えるかしら。せめて幸福な余生を過ごしてくれていればとしか言えないな。栗田も過去に解説してきたシリアルキラーと同じように、同情できる部分はあったけど、それでも人を殺すようなことは許されるべきではないわね。ずっといじめを受けてたからといって、自分が力をつけた時に誰かを傷つけてもいいという道理はないからな。もう起きてしまった以上はどうしようもないけど、せめて被害者の方たちが静かに眠れていることを祈るわ。というわけで、今回はお線転がし事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。